TR2。 はい、はい、リュウさん、はい、お疲れ様でございました。はい、ボタンとバラはどちらが綺麗。あ、俺歌ってんですけど、ごめんなさい、すいませんでした。歌いたかったんで、ちょっと挨拶中だったんで申し訳ない。わかりました。え、何なんですか今のボタンとバラは。ボタバラ、あのボタバラって何ですか。フジテレビの1時半からやってるボタンとバラ、通称ボタバラって言うんですか。ボタバラ、へえ、面白いの。お父さんとお母さんの飛行機事故にありましたね。えらいことになってる。はい、あの多分お母さんはあの飛行機に乗ってないと踏んでるんです。踏んでるんですか。はい、それは成長的な。はい、成長的な。松本成長的な。今度ね、僕松本成長、成長、僕あの、ま、松本成長さんのことを、もうまっちゃんとまで呼んで親しく一方的に言ってたら、もうまっちゃんって言ったら違う人になるんですけど ね、まあ、ね今は今ね、言ってたところ、今度、TBS、だったと思いますよ。松本成長のドラマまたやるんですよ。よくよくあるじゃないですか。あのリバイバルでやる。はいはいはい、鬼畜とね、もう一個なんかやるんですよ。それの解説をさせてもらう。解説っていうのは、はい、あのまっちゃんといえば俺っていうのがあるの。ドラマの前に、はい、あの宣伝ありますよ。あ、なんかね、番宣だったと思います。多分番宣で、あのまっちゃんの説明を、あのどんだけ長いこと肉を噛んでたらあんだけ出てくるのかとかいう話をさせていただこうと。もう使われないじゃないですか。もう今のこの発言で今ボツになってるような気がするんですよね。もうダメかもしれません。はい、松本清張、記憶張るですからね。はい、記憶張ってますから。まあなんか張ってることは確かにですね。怒って張るじゃないですかね。記憶男って下唇張って張るですからね。まあ、あの昭和のもう偉人ですわ。はい、僕もう大好きです。完全に偉人ですよね。はい、僕もあまりにももう尊敬しすぎて、はい、松本清張さんの写真を切り抜きまして額に入れてトイレに飾ってあるんですよ。でうちのトイレに入ると、ちょうどあの僕トイレは座ってするんですよね。座ってするでしょ。え、あ、そう、座ってしますよね。おしっこでも今もあの、はい、スレション行った場合、はい、あのおしっこするのにズボン全部下ろされてますね。あれはすごくドキッとするんですけど、隣の人間としてもうね、25年ぐらい前はひどかったんですよ、はい、もう全部脱いでましたから。まあだいぶ良くなった方なんですよ。それそうですか。はい、もう、ね、何すんだろうなと思って。俺そういえば安西さんはあのチャックのとこから出してますよね。出しますよ、十分出ますもんだ。僕のほら大きすぎて出ないんで、もう全部脱がない、全開です。なるほど、はい、もう完璧にオープンして、はい、もう下げて、はい、俺ここでレイプかよって思いました。あ、そうですか、すいません。はい、時間ないのにこんなところでレイプされて。僕はもうパンツ全部下げますね。あ、はい、下げますよね。はい、僕のね、着るんですよ、ちょっと具合が悪くて。具合が悪いんですよね、多分。蛇口がもうかなりこう、はい、スプレー打法になってるんですね。そうそう、スプレー打法&パッキンが緩んでる。もう最近安西さんもちょっとそろそろパッキンが緩んでしょ。パッキンが緩んでるっていうのはなかなか止まらないってやつですよ。止まるんだけどポタンポタンって垂れて、うん、漏れもあるでしょ。漏れですよ、まあ、漏れてでしょ。もう安西さんもうちょっとやっぱりパンツグッと上げた後に、はい、ジュワーってまた来る時あるでしょ。もうそろそろ落としだと、ね、パッキンが。パッキンは好きなのにパッキンは嫌いなんだよね。パッキンでしょ。パッキンもあんまりそうでもないですけど、はいはい、すごいキツキツのパンツ、はいはい、履いてる時あるじゃないですか。ありますね。あの時あの時よく履いてますよね、そういうの。あの時窓のついてないパンツありますよね。ありますね、はいはい、あれの場合は上から出しますよね。横からでもいいんですけども。あ、上からです。上からです。上からです。上から出された場合、はい、こう上のゴムがですね、はい、キューッと押してますよね。押してますね。っていうことはベアハッグみたいな状態ですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。言ってみれば水まきしてる時のホースを誰かが踏んでる状態ですよね。ピュッとなるやつですよね。はい、勢いつくでしょ。はい、押されると、ね、そうなんです。尿道口をグッと押さえとりますんで。これあれあんまり勢いが強い時にはこう尿道が痛い感じしませんか。ありますあります。だからスピードで、尿のスピードで尿管が摩擦が起こってるんですよね。はい、あれ摩擦がありますあります。あそこでなんか火傷してるようなありますありますあります。なんか漫画にするとあそこはヒリヒリして煙が出てるような状態ですね。ありますありますあります。ありますスピンってやつですね。あれを終わって、はい、打って出した時に、はい、踏んだホースの元栓からの、はい、ここの溜まった水が、はい、ドワーッと戻ってくる時があるんですよ。ありますあります。出るんですよね。はい、あれ気をつけなきゃいけないんですよ。ローライズとか危険ですよね。あれは危険です。ですね、僕そういうのは必ず横から出すように、はい、一時してたんですよ。横から出して顔がグッと横向けられてる感じがするでしょ。はい、危ないですあれは。だからもうすぐそれもそれなりの圧力がかかって勢いよく出るんですけど、はいはい、戻した時にジュワーってまた帰りが来ますね。はい、あと、はい、その
竿だけ出さずに竿だけ出さずに、 はい、出さずに卵上に乗っける場合ありますね。あります。台座のようにね、台座ですよね。あの時の玉って可愛いですよね。あのなんかパンパンでこう怒った時のカエルみたいになってますね。なってますよね。そしてなってますよね。あれ可愛いですよね。まあ布袋さんとか間七福神を置く時も台座はいりますからね。やっぱり上にちゃんとチンチン増します。あれを見て多分ブラジャーを開発する人はアップすればこうほら あれあの時玉がダラーンとした玉がパンパンになるじゃないですか、はい、こうパーツのゴムに持ち上げられて、はいはい、それで開発したんだと。あれで持ち上げるようにしたんじゃないですかね。あ、アンデさんの説ですかそれ、あの持ち上げるブラは金玉の圧力から発明した間違いないと言いたいわけですね。ああなるほどね。じゃないですかね。じゃあこの商品はこうやって発明されたに違いないのコーナーっていうのを今度つけましょう。やりましょう、うん、あいいですね、うん、あの、うん、プロジェクト、うん、プロジェクト X プロジェクトセックスダメだバンバンじゃないですか。タモリクラブが賞もらったやつですか。あそうプロジェクトセックスでタモリクラブ賞もらった、ね、あ賞もあビデオ大賞みたいなやつですね、はいはい、ビデオ大賞必ずパイパニックみたいなやつ必ず出ますからね、はい、そうですよね。あれ僕結構集めて買ってるんですけど海外カスですからね。ハズレです。あれはハズレです。僕のような人しか買ってはいけない危険なものだと思いますね。あれはね。僕も今日騙されました、はい、何買ったの。朝日芸能の袋閉じが動くと書いてあったんです。動く袋閉じ。あちょっと見せてくださいね。びっくりしますよ袋閉じって。でも動く袋閉じ。あ本当だ。これはつまり動く袋閉じって己のことじゃないですか。そうです。よくこうじっと見てると動いてます、はい、ますよね。そっちの袋閉じじゃないですよ。あれは閉じたわけじゃないですよ別に。朝芸どうしたんですかこれ。どう来てるじゃないですか。これです。本案動く袋閉じ。えどういうことなんですかこれ。これねインターネット見ろと。えインターネットで見たらネットで動いてるぞということでした。いかんなそれは。いかんな。ただなんかしずる感があるということで堀君的にはかなりいいですね。こう言ってましたね。もう今朝芸とかもいろいろこういうおっさんの雑誌、はい、杉本彩の SM 写真をもう争奪戦でございますんで、あれさえ載ったら僕買ってますんで。あそうなんだ、はい、争奪戦してるのは俺なんですよ。そうじゃない、はい、それ雑誌がやってるわけじゃないじゃん。争奪戦ポストか現代か忘れましたけどまた激しいなやってました、はい、今日も4000何歩でボックス入りの杉本彩花と蛇の写真集買わせていただきました。はい、もうあのやっぱり違います。あの一枚一枚になってるんですよプリントみたいな。あらららら ら額に入れて飾れんじゃんみたいなやつなんですよ。ちょっとなと思ったんですけど、まあ、なんかサインとか欲しくなりますね。欲しいですね。欲しいですね、はい、押し込問題はもういいんですよ。押し込問題はもういいんです。押し込問題はもう大丈夫でございます。今日はですね、まあ、先週と違って、はい、スタスタと参りましょうかね。ラジオネーム組カットさんから来ております。皆さんこんばんは。今日スタジオパーク行ってきました。あ今日だったんですね。行ったんだ。だったんですよね、はい、男性のことでございますね。少し遅れたため、はい、スタジオに入る抽選会には間に合いませんでしたけど、はい、生 MJ を見ました。あ、はい、気の小さい僕だけど勇気を振り絞って、はい、MJ と声をかけたらいたいたいた。俺ねそんなこと言われてないんですよ。MJ 言っとけど MJ なんて、ね、安西さんが去年なんかイベントで中野サンプラザでさあみんないつもの通り MJ コールをやろうって誰も一回もやったことないのになこと言うからだもんなって。俺今日スタジオパークで真面目にホチキーっていうなんか着ぐるみと一緒に入ってったら横で MJ MJ なりこまやみたいな感じでちょっとどう反応していいのかちょっとわからない。 MJ いいじゃないですか。あれ、はい、僕もうだからサンプラザで MJ コールで湧いて、はいはい、大変なことになるんじゃないかと思ったら。そんなに湧いてない。慌ててましたねだいぶ。言われたことないですからもともと。そうですか、はい、MJ MJ って言ってました。確かにその人だと思います。で僕も見ました、はい、ああありがとうございます、はい、TR2 聞いてそうな人ちらほらいたような気がしますが、はいはい、MJ がスタジオの中に入ってしまったので、はい外で見てましたが、はい、途中で帰りました。あ、もう途中もうあのガラスのとこから見ますから、はい、もう中で大判焼き焼いてみたいな状態になってますからね。外では何も声聞こえません。大判焼き屋さんでございます、帰り彼女と道玄坂に寄って帰りました。道玄坂ってことはラブホテルじゃないですか。セックスの BGM うまいうまいなぁ、いきなり出されちゃったな。いや、ここで繋げた方がいいですよね、きっと。なるほどね、そうきましたか。今、食いつかれたでしょ。はい、食いつかれましたね。あの、スタッフも食いつかれて、はい、もうびっくりしてましたから、今。スタジオパークで、すっぽり行くのかなと思ってたんですけど。俺もスタジオパーク、ね、
偶然見ちゃったんですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。偶然というか、全然気がつかずに、はい、すいませんでした。3カ所ばかり、酒蔵天狗チェーンの宣伝もしてしまいましたし、いろいろ注意事項はまた あったと思います。多分あったと思いますけど、NHK 的にはだいぶ昔に比べて随分ね、はい、言わなくなったもんですよ。はい、はい、明らかにですね、はい、寝起きだったでしょ。寝起きです。寝てない、はい、はい、僕ほらスタジオパークよりも TR2 の方がメインですから。あ、はい、なるほど、はい、もうスタジオパーク行ったらもうすぐ寝ましたから、もう、はい、また寝たんですか。また寝ました、はい、明らかに寝起きの顔をされてましたよ。あ、なんかね、髪の毛が完全に寝起き状態だったんですけど。あ、そうですか。あれはちゃんとセットとかされたんですか。あれは篠山キシンヘアっつってふわっとして、あ、ふわっとして行かれたんです。行きました、はい、後ろの方がだいぶおざなりになってらっしゃいまして大丈夫だったんですか。NHK の方がメイクまではちょっと抑えますって言うんだけど、はい、髪の毛は一切いじらないんですよね。あ、この方ズラかなと思っていじらなかったんじゃないですかね。そうだよ、ズラじゃないですよ、言っときますけど。なんか、あ、これはやばいな、この頭と思ったかもしれないですね。なんかね、一個もいじらないんですよ。普通ちょっと髪の毛取いておきましょうかって言うんだけど、もう昨今あまり言われなくなったから、あ、ね、と思われてんじゃないかな。きっとね、注意されたことあるんでしょうね、その。ああ、なんか、はい、ロン毛の人で。小山さんも随分いろんなことがあったんでしょう。はい、ああ、多分。はい、あ、髪の毛いじっときましょうかっていう前に、うん、いきなり櫛かけてズボンと抜けちゃったような。とか、もう櫛が中入っちゃって、はい、抜けなくなっちゃったりとかして。みたいな。そのまま櫛つけたまま出た。つけたまま出た。北人がみたいな人がいたんでしょう、多分ね、カジノの人とかいたんでしょう。やっぱもうしょうがないから手からもハット被ったでしょうね。もうそういう時にはいたでしょ、そりゃもう抑えてね、抑えてますっていうところだよね。二つ抑えてますからね。もうね、そうだ、髪の毛いじりませんね、もう気つけてるんです、多分。やっぱりそうですね、もう腫れ物に触るように、うん、別に受けなんで大丈夫なんですけどね。ちなみに、はい、今日のセックスの BGM は、はい、先週お休みしたんでございますよね。らしいですね。もうとんと記憶にございませんで、もう今日先週講義を聞けなかったもんで、はい、失敗した人もいるかもしれないね。あ、これがじゃないかな。この人が大丈夫じゃない、はい、道玄坂行っちゃって。そうですよね。もう濡れるって何でしょう。いきなりですか。いやいや、もう今入ったんです。濡れるって何でしょう。ウェットっていうことですよね。はい、はい、DT 書士は立つことばっかりを考えて生活してないでしょうか、はい、でもし本番初体験の時に、初体験の時に立たなかったらどうしようとか、立つことばっかりに注意をして濡れることにあまり関心を持ってないんじゃないかなって僕ちょっと思ったんです。どうでしょう。例えば、はい、早く終わってしまうんじゃないかとか、はいはいはい、ちゃんと、はい、ちゃんと分かるかと、その場所が、その場所がね、場所がひょっとしたら違うところに、はい、してしまうんじゃないかと、はい、己のことばっかり心配しますよね、はい、割としてます、はい、それは自分を愛するって書いて慈愛って呼びますよね。はい、慈愛、本当の慈しむ方は、はい、こう慈ってあるじゃないですか、慈悲の慈ですね。慈悲の慈、はいはいはい、本当は慈愛、慈しむってことですか。慈しむ、はい、はい、全てに目を通して慈しんでいかなきゃなんないのに、やっぱり初体験だったり自分中心に考えたセックスをする方っていうのは立つことばっかり考えて、これがこれっていうことですよね。なるほどね、ありますよね、そういうことですね。なんで、あ、酒飲んだらダメなのかもしれないとか、自分の具合ばっかり考える場合あるでしょ。匂っちゃうんじゃないかとかね、あ、汚れてんじゃないかとか、汚れちゃうんじゃないかとか、あと、はい、パンツはどれにしようとか、あ、ありますよね、勝負、あ、ね、今日はちょっと汚れたんじゃないかとか思うんですよ。どの段階で、はい、メガネ外したらいいのかとか、あります、そういうあります、色はもう色考えます。タモリさんと1時間ぐらい喋りました。どの段階でサングラス外していくのがいいかってことはやりました。どの段階でパンツを脱ぐのもあるでしょ。はい、あれはどうなんですか。パンツをまあ男ですよ、履いてるじゃないですか。はい、で F をしていただけそうになって、はい、彼女が海女さんのように、磯笛を吹いてピューって言いながら布団の海に潜っていかれる時あるじゃないですか。あ、潜っていかれる方の時はいいです ね、その時は、はい、その時自分がパンツ履いてたとしましょう、まだその時彼女はパンツの中が妙にアタックをかけてくる時あるじゃないですか。あ、で気の使い合いみたいなん で彼女の方は早く自分で脱いでよって思ってんのか、パンツの上からするのが好きなのか、よくわからない時ないです。ありますね。ありますよね。替えのパンツがあるのかどうか。ありますよね。このことも割と問題になりますね。あんまり唾液でベタベタされても困りますよっていう時ありますよね。ありますよね。ありますよね。まあ、
なんかわかんないですけど、口紅の問題とか。ああ、ありますね。いろんな問題が出てきますよね。よね、そんなとこに口紅つけるもんじゃないぞっていうのありますよね。はい、ないですね。ありますよね。だから、それも、ほら、自分からちょっと半分膝まで下げたりするんだけど。あれが、はい、でもなんか寂しいんですよね。自分で下げるのが。そうですね。なんかもったいない気にしませんか。本当は、本当はですよ。これはもう、ホープなんですけども、ホープ、彼女が口で噛んでパンツをずるさ、いいですよね。これですよね。本当はね。でも、はい、こう、はい、その手は例えば、はい、どっか回して腰にこう回ったりとかしてるわけですか。こう、グーッとこう、その時にでも、猪木のモノマネみたいなこうやって、何で、叶おうみたいな、やりながらこう、パンツの端を加えながらツーッと下に下げていかれる。いいでしょうね。あれは理想ですよね。男の本当の理想はそこですよね。なんだこの野郎ですね。なんだバカ野郎って言ったら洗い中でしたね。すいません。なんだこの野郎ですよね。こうやってこう下げていかれるときに、いいですね。1回2回失敗するもんですよ。あ、外れて。あ、外れて。ピーンってまたあのゴムパチンみたいに戻ってくるときありますけど、はい、ゴムパチンで戻ってきますけど、何回もこう手を使わずにこう。こう顎とかですか。こう。やっぱりここを鍛えてるわけじゃないですか。顎のこの力ですか。こう、その時に、海の底を、こう見るじゃないですか。男は。海の底を見た時に、はい、うわ、頑張ってんなっていうと、あ、好きだ、ああ、愛してるってことになるじゃないでしょうか。ああ、愛してる。単純すぎませんか。なんか大丈夫ですか、その愛は。水辺のね、はい、鳥だって、はい、上は平然とした顔をしてますけど、下ではものすごく描いてる時あるじゃないですか、足を。ちょっと待ってください。はいはい。それは別人格になってるじゃないですか、今。別人格ですか。上で平然としてるのは、はいはい、それはダンサーじゃないですか。己ですか。己でした。すいません、己でした。下で描いてるのは彼女ですよね、彼女。猪木さんじゃないですか。はい、猪木さん、はい。だから、彼女のパンツも、男がね、ガ、はい、ーって、こう、歯で。そんなことしたら怒られません。シルクのいいやつだったりレーシーなものだったりとかしたら。そうなんですかね。男はいいですよね。ティーバッグだったりとかしたら。そうですね。男は蚊ですよね。男は蚊ですよね。女はダメだ。そうだ、シルクがピーって下げたりする場合もある。そうじゃないですかね。布が薄いですからね、女の人の場合ね。ちょっとなんかそんなことしてたら自分でさっさと脱いちゃいますよ、きっと。濡れるって何でしょうか。だからそこなんですよね。問題はそこなんですよ。あのね、はい、妙に触ると濡れると誤解してる人が多いです。はい。マッチでもね、何回も何回もする人いるでしょ。よく飲み屋で、すいません、大将マッチ貸してって言ったら、もう使ったやつでいいなんて言われたら、もう、擦れないやつあるでしょ。ありますね。何回も何回も擦って、リンがボロボロになってる時あるでしょ。リンがもうカスカスになってて。カスカスになってて。しかもそこの後、ところに焦げ跡とかついてる場合がありますね。ほんで結局火がつかない場合あるでしょ。ね。マッチに似たり。リンと棒に似たり。リンと棒、ね。どういうことですか。彼女はリンだ。はい。彼女はリンだじゃない。彼女はリンだ。彼女は吸ってる方だな。こっちはリンだ。こっちがリンだ。こっちがリンじゃないですか。ほんで病気になるとリン病だ。そういうリンが吸ってる。うまい。うまい。やろ。ほんで。ね。だから、やっぱりね、一番セックスで重要なのは、はい、彼女をリラックスさせていくってことだと思うんですよ。これが本当の一番重要なことなんですよね。彼女は、あ、これから、侵入してくるわけですよ。もう男がこんにちはなんですよ。もういきなりドアも開けないでいきなりこんにちはではダメでしょ。そうですね。ね、やっぱりNHK の方でもインターホン越しに、うん、ね、受信料のことだってうまいこと言っていかないと、いきなり、ね、上げてくんないですか。上げてくんないじゃないですか。いい感じで持っていかなきゃなんないっていうことですよね。となるとね、あそこじゃないんです。ここはちゃんと言っときましょう。あそこばっかり攻める人いますわ。指とかなんとかで違う、はい、いや一番確認しやすいからですよ、はい、それは。ああ、このぐらい OK かな、はい、とかっていうのが、はい、こうなんか分かりやすいと思うでしょ。でもちっともそんなことばっかりしても濡れきませんよ、はい、ほんで女には2つの口があるなんていうエロ親父いるでしょ。いますね。上と下の口なんて違うんです。違うんです。え、もっとあるってことですか。耳なんですよね。耳をお忘れじゃないですか、穴の中にっていう僕は言いたいです。はい、耳でございます。はい、耳ですか。はい、耳どうですか。なるほど。その2つの口とかよく言いますけど、耳は入っていないんじゃないでしょうかっていうことを今日はビシッと言って帰ろうと思ってるんですよ。はい、なるほど。はい、口の中に、はい、穴の中に、穴の中に耳を入れてないんじゃないですかっていうことですよ。ほんで耳はもちろんジュル耳、乾燥耳、今いろいろおられます。はい。耳の場合は己から、
自分からね、男の方から潤滑油を出していくわけですよ。唾を、唾液を。そうでしょ、耳を舐めるときつくわけじゃないですか、唾液が相手の女の人の耳に。耳の中にこう別にこれから泳ぐわけでもないのに。そうでもないですよ。唾入れてどうするんですか。いや、あーダメだな。いや、耳です。兄、すまんね。はい、いや、もうヘッドホン落ちそうになりましたね、今。耳をこう、男の側がですよ、舌をとんがらがしたり、広げたり、はい、あの、イカのヒレみたいにこう、縮めたり、閉じたりしながら、ツル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 と、耳の周りを、あれ、耳、いろんな断層面があるじゃないですか。あの耳をきれいにこう、ね、舐めていかれると、耳なのに、耳を舐めてるのに、じゃあ、あの、触ってみてくださいと僕は言いたいです。さあ、パンツの中にお手を入れてくださいと。あれ濡れてるじゃないか。なんで耳舐めたのになんでここが濡れてるんだ。耳からあそこに通じていくんですよ。そうなんですか。はい、よくあの目から鼻に抜けるとかありますね。はいはい、口から鼻に、はい、違う、耳からあそこに抜けるんですよ、女の人は。僕はここを言いたい。耳からですか。はい、耳からです。はい、それをあの語ってる方が今日はおられますんで、早速お願いします。はい、あの、はい、細川俊之さんで甘いささやきを聞いてください。はい、細川俊之さん、これもともとアランドロンとダリダっていう人、はい、アランドロンが、ね、こんな人がダリダっていう名前で、それダリダですか。ダリダさん、ね、ダリダさんが あ, のあって、それのカバー曲でございます。まあとりあえずあの耳元でささやいたり舐めたりすると、あらあら不思議、舌を見てごらんっていうことを僕は言いたかったっていうことですね。この歌はわかるんですけど、はい、完全に細川さんが一生懸命いい声で言ってるじゃないですか、はい、耳元で、はいはい、でも中村明子さんはまるっきりもう完全のような声で、はい、もう歌ってるんです。あ、まあ、甘いささやきされてもあの動じないわっていう歌ですから。ところがってことですか。はいはい、ところがどっこいです。ところがどっこい。はい、あの甘いささやきされてももう感じないわよっていう歌なんですけど。いうふうに売りはしてるけれども。唾入れていかないからなんですよ、細川俊之は。唾をね、あの先を尖らせてジュクジュク、あのトク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 、あの今あのその、ね、今ターンテーブルトクトクみたいな、あれあるよ。コマーシャルでやってる人。コマーシャルでやってる。あれバカみたいだよ。かっこいいじゃん、めちゃめちゃ。あれ昔は生体模写って言って松竹芸能の人とかよくやってたやつで、あれあのブーンってやつですね。あのいろんなあの声出す、はい、あのまあ、 あの江戸や小猫さんとかがやってた芸を、あのターンテーブルとかやるとかっこいいっていうのはおかしいよ、やっぱり。どうかしてる。あそこにやっぱり栓抜きの音とか入れてほしいよね。あっスプーンもあるかね。やってたやつ、あ、どうぞ、はい、どうぞ。本当素晴らしいことでございました、はい。先週はうんこばかりで本当に申し訳ありませんでした。今週は、頑張ってまいります。うんこばかりの運動会でございます、ね。はい、というわけで、小林ひろみのチャレンジゴルフスタートです。はい、81.3 J-WAY TR2改めまして JWFTR 途中で我々カルベアナとアヤパンの2人が責任を持ってお送りしております。、はいはい、こんなこと言って本当に信じる人がいるとまずい。いないでしょ、いないでしょ。朝早いからもう寝てるよ、カルベさん。大丈夫ですか、ね、寝てると思いますよ。本当ですかね。やってても拠点くんぐらいだと思いますね、この放送は。はい、宮崎放送の、はい、はい、あのというわけで、はい、三浦に、はい、今週はどうですか。今週はもうメニューとか早速いっちゃってもいいですか。あ、いいですね。もう今週はもうものすごく誠意がある人になってやりますね。はい、ごめんなさい、もう本当にバチ。もう俺あの放送した後次の日には反省して安西さんに昨日はごめんね酔っててって入れてる俺も46歳ってどうかしてんなと思うけど気にはなりますよね。なんかね、すごいね、心配しちゃった。僕もね、死のうかなと思って自殺しようかなと落ち込んでいて、本当になんか、もう今石川県の崖口に立ってるんですけどっていうぐらいな。あまりに声が暗くて留守電の、はい、マジで電話しちゃいましたよ。あのなんとなくそういうことあるんだけど、よく考えたら理由はあんなことですからね。うん、まあどれもいいことなんですけどね。まあ、俺はほら安西さんが好きだから、安西さんと一緒にあのセックスしたい。本当にもう、はい、それは違うだろう。全く違うじゃないですか、はい、全然。
だって誤解されたら、ちょっとね、体がスリムになったと思いましたね。あ、そうですか。僕ほらこの間お風呂一緒に入ってて、あ、はいはいはい、あ、いつもと違うぞ、うん、あ、そうですか、ちょっと好きみたいな思いました。あの、僕ね、あんまりお酒飲まないようにしてるんですよ。でしょ、はい、なんかね、3合ぐらいまで。前はね、ほんとね、トドみたいになってた時ありましたよ。そうでしょ、うん、うん、うん、って言ってんのかなと思った。あれですよ、あれですよ。ちょっとこうメニューの。ちょっとスリムになったでしょ。いや、ヘルシア飲んでんじゃないですか。いびきがね。いびきがね。ひどかったと。うん、今はね、ボリューム3ぐらい。なんですってね。前はね、ボリューム98ぐらいだったけど。これね。ひどかった。すごいいっぱいお酒飲んで寝ると、本当にすごいらしいんですよ。いや、すごいですよ。で、僕昔、お相撲さんと一緒に寝たことがあるんですよ。寝たてだってやったわけじゃないですよ。普通はお相撲さん、あんまりお相撲さんと一緒に寝ることないですから。止めてもらったことがあって、相撲部屋にいたんですか。相撲部屋にいたことがあって、その方が話がいいですかね、はい、あの相撲部屋に行ったことがあって、その時に雑魚寝したらですね、はい、すごい本当にですね、ゴジラが出たのかと思うぐらい、はい、もうびっくりして起き上がったんですけど、あ、その時に、はい、あ、これはいびきってのは相当迷惑なんだなと、うん、つくつく感じたんです。ごめんなさい、この間あの旅館で蹴り一発入れました。、はい、すいません、あのカメラマンの長瀬さんと、これはいかんと、これ久しぶりだと、この旅行、旅館で3人で寝ましたよね、カメラマンの人3人で。で、初め、安田さんパンチないなとか、なんか寂しい、逆に寂しいよね、全然いびっかかないよねって初めね、余裕こいてたんですよ。ちょっとしたら、バーッと布団から起きて、バーン蹴りに入れた。みたいな。エンスト起こしたでしょ。トロン、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 かかんないんですよ。ほんで、あ、よかったと思って、また布団入ったら、ドン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 、みたいな。気がついたらですね、なんかなんですか、あ、床の間じゃなくて、床の間ですか、はい、床の間の方に顔がゴーンとぶつかっててですね、これで上から上に妙に布団が、不自然にかぶってました。もうあのね、鈴鹿サーキット大変。もう寝てたら、うーん、うーん、ってなってたら、回ってくるセンサーラウンド 5.1 チャンネルで回ってくるから。びっくりしました、ね。びっくりしました、はい。でもね、いびきも少なくなりました。そうですか。もうスリムです。いや、全然スリムじゃないです。今年はモテモテだ、また。スリム。さらに。スリムほら、困ったな、これ。というわけで、早速、ポテモテ。親父がね、痩せた、太ったでですとかね。いやいや、こんなね。眉毛もちょっとカットしてんじゃないかな、ね、最近。もういいですよ、最近。全然してねえですよ、もう。なんか何言ってんですか、もううるさいな。一つ目のコーナー、こちら。想像しでまた見るならこれでしょ。ん、今日は何でしょうか。マスター。マスター&コマンダー、もう大名すらもう先週のこと覚えてないです。でマスター&コマンダーのどんなストーリーなのかっていうことを、はい、教えてもらって、はい、アンジュとズシオ以来映画館に通ったことがないっていう安西さんに、あ、これなら行きたいと、はい、言わしめるコーナーですね。わかりました。はい、もうぜひともズシオその気にさせてください。はい、そして2つ目は、お願いします。はい、何でしょうか。CG じゃないってばあ。今日は頑張らせてもらいます。今日は頑張らせてもらいますよ。でも俺先週酔ってましたけど、はい、後でまた飲みに行ったじゃないですか、トモロさんが、うん、六本木の方に向かう道すがらにふっと寄ってきて、メガさん偉いな、頑張ってるっていう、あれでも頑張ってるっていう言われて、 あれぐらいで頑張ってるのかと思いました。今日はもうフルスロットルで頑張らせていただきました。でも、はい、こうコマーシャルの間も、はい、トモロさんはすごいよね、はい、まあ、半分眠たかったんですけどね、あのともね、はい。そうですよね。はい、まあ、今日はね、NHK で随分、こう、抑えて、チンポの一個も出ませんでしたんで、今日はもうバリバリ、はい、このコーナーは、安西さんが、CG 界ではもう重鎮と言われてる安西さんが、昨今の CG はなってないと。ロード・オブ・ザ・リングの3作編、3部作部、あんだけアカデミー賞取りましたね。はい。取りました。11部門。はい。11部門取った作品のコマーシャルを見ただけで、この CG はなってねえと。アカデミー賞も見たんですよ。はい、あそこに挟んであった。ちょっと待ってください。コマーシャルとアカデミー賞を見て、ね、なぜ本編を見ないかっていうところですよね。アカデミー賞の中に出てくる、こう、はい、あんじゃないですか、紹介ビデオ。紹介ビデオありますよね、はい。あれ見たんですか、あの CG の動きが甘いね。でもさ、絶対動きがあれって、昔の CG のまんまだって。まんまなんですか。うん、だってさ、CG らしい動きじゃない。安西さん、CG って意味知ってますか。え、なんすか。クリトリスガールじゃないんですよ。じゃないの。違いますよ、これ。僕もわかんないんですけど、なんとかグラフィックですよ。これは、CG の C は何ですか？コンピューターグラフィックですか？そうですよ。コンピューターだから俺、初め K だと思ってたから。
ローマ字じゃねえか。CG ですよ。そうですよね。安西さんがじゃあ今まで見た中でこの CG はこれはキングオブ CG だっていうのは何ですか。タイタニックの波が CG だって聞いた時はびっくりしました。うちの友達が作ったんです。なんですってね、はい、うちの大島渚ってバンドやってた、キーボードを弾いてた塩沢くんっていうのが作りました。でタイタニックで名前も出てきますわ。塩沢都市って書いて、都市塩沢って書いて、海作ったんで、俺ニューヨークにいたのかな、なんかロスにいたのかな、一回電話がありまして、で何してんの最近って言ったら、海作ってんだって言うから、モーゼかよお前と思って、でっかいことやってるなと思ったあれでしたね。今サンダーバード割ってんだけどね。あ、海割ってる。今なんかサンダーバードなんかやってるとか、なんか言ってましたよね。はい、いや、あれを見た時にすげえと思ったんですよ。メイキングを見たんで、メイキングを見たんですけど、ちっちゃいとこでやってるんですよ、ね、はいはい、ボードのシーン、はいはい、本当にもう純粋にそこだけでやってるんですよ、はいはいはい、でそれに海を足してるんですよ、大海原に出ていくんですよ。そうそうそう、ありゃすげえ、あれこそ指示だと思う。ありゃすげえって、僕はね、あんな金あんのに海に出せと思いましたね。もうそんなんだったら何やってんだと思って。まあそうだよね、水嫌いかと思ってさ。いやでもほら、好きな状況で好きなことができるじゃないですか。いつでも夜でも取れるわけですから。怖い魚とかいないから。いないもん。あ、本当ですよ。怖い、僕泳げないから。軍手とか流れてこう来て、軍手はけねーなんて言うことないですから。ない、軍手流れて下に白と黒のゴイシ巻かれて取ってこいとか言うこともないもんね。僕結構痛い目に遭いますから、中学高校。なんであれはね、すごいと思いました。よくあれ CG の、いや分かんないですよ、CG の最終目的が、ああいう動きたんだったらいいんですけども。あ、そうなんですか。いや、普通はもともとないものを CG 化して動かないものを動いたりするのが CG の良さで、もともとあるものを CG するんだったら海でもいいじゃないですか。それですか、それ別に。そうですよね、うん、俺も今そう思ったんですよ。いや、おい、ちょっとだから別に CG じゃなくていいんじゃん。そうですよ、海でいいじゃないですか。そんな海でいいんじゃん。そんなね、神が作り保ったものをね、冒涜するような行為じゃないですか、自然を作るなんて。 ね、よくないと思いますよ。それよりももっと、はい、ああいうね、はい、動きの悪い像みたいなのね、作った方がいいですよね。もうすごい嫌そうに言いますよね、動きの悪い像。だから僕ロードの見てないんですよ、結局見てないんですけど、なんかそんなね、象とか言ってほしくないって言ってましたよ、なんか安西さんに。象じゃないと。あ、象じゃないんですか。象じゃないと、なんとかなんとかって言ってましたよ。なんとかなんとか。そんな知らねえやつに象呼ばれされたくないぐらいまで出てました。あ、そうですか。はい、あの股の間をこからパシッと切りながら、あれが気に入らないんですよね。あれが気に入らない。だから安西さんがちょっと見てみますよ、アカデミー賞選考委員会だったら落としてたところですよね。当然ですよ、ローザリング、はい、あの CG 賞みたいなのはありましたっけ。ないですよ。それはあるぞ、特集の技術の。あ、それはありますよ。それも撮ってました。もちろんあるの。撮ってましたっけ。十字部門の書いてました。撮ってますよね。撮ってますよ、当然。あれ CG 映画じゃないですか、ほとんどが。あ、そうですか。それは撮ってますよ。いいね。何を何がいいんですか。使いすぎじゃないかな。そうですか。大量に出てくるし、やたら使ってるし、はい、もうそれは確かにすごいことは認めますよ。はい、でもね、はい、なんか納得いかんのだよな。あれですよ、渡辺謙さん撮れなかったですけど、ね、すごいよく映ってましたね、はい、あのチームの横にいたんで。謙さんとなんか噂があった女の人が結婚した人は CG ですよ、はい、あれは CG ですよ。フルネーム言ったらダメですよ、はい、なんかまた抗議がかかってますから。ダメですけど、あれ CG です。そうです。あれジャバザハットっていう CG です。あ、そうですか、はい、ジャバです。わかりました、はい、完全ジャバです。そういう風に使っていったらいいわけですね。そうすると納得できるってことですね。はい、そういうコーナーで CG か、はい、世間を分かりやすくバッチリ言いますんで、はい、そういうコーナーです。お聞きいたしましょう、はい、そして3つ目はこちら、はい、下ネタなんでだろう、はい、これは皆さんのこう H エロの H、はい、エロエッチを集めて、歌を出してもらうということなんで、まあ、今回も頑張っていただくということでございます。エロにエッチがあったと。4つ目は、ザ・セイロン。はい、本当の正しいことを教えていただきたいと。はい。もう、そろそろね、本当にね、知りたいですね。本当に正しいこと。本当に正しいこと。はい、もう、ここビシッと言ってほしいです。本当に本は出るのかと。そうですよね。そういえば話ないですね。まあ、いいです。はい。そして5つ目は、リスナーからの懺悔告白のコーナー、三浦淳の、天使のいたずら。死んだらどうなる、うん、まあこの間福島県行きました、はい、福島県には、はいはいはい、三大コロリっていうのがあるんですよ。コロリ、僕それ見に行ったんですけど、三大コロリ観音霊場っていうのがあるんですよ。三つあって、はい、中田観音、鳥追観音、もう一個忘れちゃった恵龍寺っていう寺だったんですけど、その三観音を回るとコロリと死ねると。あ、あるじゃないですか。長患いをしなくて、寿命が来たら長患いしなくて、コロリと行きたいっていう。みんなに迷惑かけないと。迷惑かけないように、
あの全うしたいっていうコロリ感のなんですよ、はいはい、コロリってなんか妙にプリティーな響きなのに、うん、本当はもう本当は悲痛な叫びなわけじゃないですか、はいはい、死んだ後そうですよ、ね、とか死ぬ前どうするか、うん、まあ、人類の一番の、まあ、悩みですわ、はいはい、そこに信仰が出たり宗教が出たりしますわ。そこを飛び越えてもう死んだ後の僕が話をしますから、もう信仰とか関係ないですから、素晴らしい、もう事実の話だけでございます。わかりました、はい、どんな地獄に行くのか、はい、あのコロリどころじゃないぞ、コロリどころじゃない、自分がどんな悪いことを今言ったかの懺悔を送ってもらうと、はい、どこに落ちるかを僕は教えます。もう三浦に教えていただきましょう、はい、そして6つ目のコンマはラストサムライ見つけた、うん、あのよくあの高円寺の、はい、飲み屋さんですね、そういう、まあ、割と店入った時にウッディ感覚になってるような店は気をつけろっていうことなんですけども、入った時に必ずカウンターのとこに、長髪で後ろに髪の毛長髪なんだけど頭が妙にてっぺんが薄いようなマスターが、はいはい、俺が昔薬やってた頃よとか、そういうもう、ね、もうわけわかんない、ね、どうしようもない自慢話、うんうん、まあ、そういうのはラストサムライと呼んでますんで、はい、はい、そういう人の見つけた報告を待っております。はい、報告お待ちしております、はい、そして7つ目は安西はじめのポジティブシンキング、安西さんのすり替えの妙ですね、妙義ですね、妙じゃないよ、まあ一番初めこのコーナーが起こったのは安西さんが遅刻してきた、この番組に遅刻してきた時に、どんどん番組は進行していって、その途中でなんか今日短いな楽だなっていうなんか急にポジティブなシンキングが誤りもなくみたいながあった時に考え出された、安西さんってすり替えの天才じゃないかと、うん、いうことで、そんなことないです、ね、やっぱり若い人悩み多いですわ、いろいろ悩み多いんだけど、安西さんのそのまあまあなんポジティブですね、ポジティブ天才にかかったら、どんなことでもポジティブにものを考えて明るく生きていこうということですよね。そういうつもりはないんですけどね、はい、僕はこんなにネガティブで悩んでますっていうことを安西さんにすり替えてもらおう、まあでも少しでも役に立てればそうですということでございます、ね、本当です、はい、わかりました。そして最後は、はい、明日本当に間に合わな、これこの間面白かったですね、僕ちょっと酔いながら聞いてたんですけど、あれ面白い、本当に間に合わなって、明日間に合わなの、マリちゃんがやってる番組って、はい、本当に明日行こうと思ったら券売れてますから、そうなんです、見れないんですよね。あれは結構人気のものをやってますんでね、うん、そうですよね、はい、注目されてるものをやってますんで、ここは確実に、はい、確実に行けるんじゃないかという、確率の高そうなところ、はい、DR2 火曜日が選定しました、はいはい、確実に券が空いてるぞっていう情報をお出しするということなんですよね、はい、ここに行ったら、はい、しかも面白いと、はい、そうですよ、お得な情報です、そりゃそうです、今こそ見ておけと、そうですよね、僕ら全然行ってないじゃないですかこのコンサートは、で、ね、でも明後日では間に合わないと、そうですよ、明後日ではコンサート終わってますから確かにタイトルは合ってますよ、明日本当に間に合わないのこんなんですね。で、情報もお寄せいただきましょう、そうです、明日こんな、ああそういうね、いいですね、僕の友達でこんなバンドをやるんですけど、いいですね、多分間に合いますと、もう絶対間に合うと、うん、確実に、それすごくいいです ね、 ね、自信を持って面白いぞと、その代わり、うんうん、俺もう絶対面白いんだから、その代わりね、もうぜひ来てほしいと、はいはい、ね、そういうことですよね、こんな面白いのに、はい、あるんですよ時々、うん、こんな面白いのに人がいないと、うん、ありますよね、時々ありますから、ここは単に単なる情報コーナーではないですかね、面白いっていうことが基本はそこでしょう ね、 そ、 うね、そこを僕らが見て、あ、これは間に合わしたいっていうのだけ読むっていうことをしましょうね、いいですね、はい、これいいじゃないですかね、いいことですね、なんか今日はなんかすごいな、今日はいいです、今日はもう頑張ってます、寝てますの、今日確実に寝てますね、はい、昼間、はい、ありがとうございます、はい、というわけで以上全てのコーナーの宛先はこちら、もうレギュラーでございます、はい、マグロちゃん、うん、お願いします、はい、よろしくお願いします。メールアドレスはtr2@j-wave.co.jp tr2@j-wave.co.jp ファックス番号は 0570-000813 みんな、風邪をひかないように気をつけてね。まともじゃねえか。めちゃくちゃまともじゃん。びっくりしたよ。なんだよ、夏休み前じゃない、なんだよ、夏休みじゃねえや。来るなと思ったのにね。なんだ、まあ、それは正しいですよ、正論。正論だから、ね。風邪ひかない方がいい。鳥とかも風邪ね、なったりする。そうですよね。うん、鳥の風邪は良くないでございます、はい、あ、なんか来ておりますん、ね、で、ちょっと、はい、ここでですね。あ、ラジオネームなしでございます。
あの、ラジオネームは必ず書いてください。何かで当たる場合がございますんで。当たる場合あるからね。あの、バチとかね。はい。あの、少しでも、はい、元取っていきましょうね。そうです。はい。ですね、こんなのが来てます。MJ 素晴らしい。うん。どうしたんですか？ MJ 呼ばわり。いや、MJ 呼ばわりじゃないですか。MJ ですよね。俺、三浦淳って名前なんですよ、ちゃんと。はい、お願いします。MJ。はい。私は二十歳。うん、M 女子。M 女子。あ、マムの方です。はい。あー、嬉しい。耳最高。男で意外と耳素通りの人になります。めっちゃ感じるっつの。なので。ちょっと間違い。M にしてはなんかタメ口な感じるっつのんです。いやいやもう切れたんでしょうね。いい加減にしろと。いい加減にしろ。いつも素通りだと。はいはい。なので、さりげに促してあげます、うん。舌使わなくても指で触られたけどもいいし、はい、耳元で何か言われると、うん、それだけでも素敵です。はい、それでは、最後まで聞くかも。聞くかも。聞くかも。かもあの、M の人ですよね。ご主人様から名です。はい、聞け。変わった放送だよね。それあのこれ遠隔放置プレイですから。今あの M の彼女が遠隔放置されてますから。ご主人さん僕ですから。どこまで聞いたらいいですかね。はい、今あのジョンカビラさんまでですか。今パンツ脱いでみろ。やった？やったじゃねえよ。ちゃんとやってねえじゃねえか。触ってみろ。あ、お前いいや。なんか楽しくなっちゃった。嬉そうですね。ちょっと嬉しく。なんか久しぶりですよ、こういう久しぶりに、なんか嬉しそうな MJ を見ます、はい。というわけでですね、はい、あの採用された方にはですね、うん、特製 JWEB グッズなど、うん、などたくさんありますんで。はい、何が来るかわかんないです、ね。はい。あの、ここにもありますが、グレーのなかなかステーキなんです。T シャツ、また、あるんですね。はいはい。こんな当たるんですね。ボールペンもございますね。あ、ボールペン。このボールペンは、あ、ちゃんと JWEB って書いてあります。ボールペンって使い道ないっすよね。いやでもいやーそんなことないですよ。そうなんですよね。これであのいろいろですね。宅急便とかの時いいですよね。いいですね。サインする時に、ね、そうですよね。持ってくれた時にもすぐ分かりますから。JWEBの持ってきましたって言われる。そうですよね。忘れ物とかしてませんか最近？大丈夫です大丈夫ですか？忘れ物ですか？しました。この間フィギュアが好きだとか言っていい調子で飲んで喋ったらJWEBにバルタン星人忘れちまった。僕ね。先週ですよ、田口智郎とフィギュアショップ行って、あの、僕もバルタン星人買ったんですよ。いいなバルタン星人のフィギュア買って、もうこれこそ、もう、かっこいいとか言ってたんだけど、気がついたら家帰ったらないんですよ。手に持ってないんですよ、バルタン星人。やっばいと思って、飲み屋だなと思って、新宿の飲み屋、領収書もらってましたから、電話したんですよ。で、それも多分、5時ぐらいから開けるだろうなと思ったんで、夕方。で、初め4時から言ったら、なんかバイトの人がよくわかりませんとか言われて、5時に電話してくださるから、もう一遍電話したんですよ。ほんで、思ったら、はい、昨日ちょっと飲んでたもんなんですけど、紙袋を忘れたもんでって、紙袋っていろいろあるからなとか言われたんですよ。もう、その時ものすごいご主人様と奴隷の関係なんですよ。昨日まですげえ飲んで、わはははって僕は言ってたのに、忘れもしたから、急に僕奴隷になっちゃって、あ、すまね、何入ってたって言うから、バルタン星人ですってバルタン星人このバルタン星人みたいなバカ野郎バルタン星人バルタン星人なんて地球にいないだろみたいなバルタンから来てますから、うん、そのね大人の人のねそのバルタン星人って半笑いみたいな言い方ねこれ良くない本当に良くない、ね、バルタン星人だってフェラーリだって一緒なんですよ。フェラーリ忘れたら大変でしょみんな飲み屋に。いや100万円とか言ったら100万円のバルタン星人とか言った方がいいんじゃない？あるかもしれませんよそんなもん。ねえ。今週そうそう多分違いますよね。ねえ本当のバルタン星人が入ってるのかもしれないじゃないですか宇宙から侵略しに来たかもしれないのに、ね、って言えばいいじゃないですか。バルタン星人じゃないな。僕もですよオカリナ、はい、オカリナ忘れた時に、はい、オカリナって言ったら。何ですかって言われてこうピロピロ吹くやついやいやもうそこはダメだピロピロっていうところにバカにしてるもん自分でポーポーって吹けるんですよとか言わないって言ったら宗次郎とかが吹いてるやつなんですけど最近流行ってんですよ飲み屋で忘れたんですか忘れたんですよ、うんうん、なくなっちゃったんですよ、ね、そんなとこまでそんな会話までしてるんですか飲み屋ですると宗次郎までいやどういうんだか分かんないって言われたんでねああなるほどねあれお金だって子供のチンチンがついて下が金玉がものすごくでかくなってる感じですよね。あ、そうです。そこに穴が開いてるみたいな感じ。おい、俺はいつもそんなにしてんのかよ。なんかね、安田さんがお金だくって言っててちょっとホモっぽいんだよなんか。お金だってちょっとホモっぽくないですか。そういえば。こう出てるものを出てるもん。こうやるからね。袋状のものがベタンとしてるんですよ。カラスミみたいなもの。あのね最近はね恥ずかしくないですけど恥ずかしいです。あ、加えてる時最初は加えるの恥ずかしかったです。はいはいはい。はい。あんまり
人前で加えてるとこってあんまり見られないですね。見られたくないですね。見られたくないですよね、はい、大人だと特に、ね、あのハーモニが吹いてるとかあれもなんかあんまり、ね、言われたくないですよね。言われたくないですよね。はい、尺八もなんかはどうなんでしょうかね。そうですね、はい、というわけでですね、はい、最近、うん、あ、そうですよ、ここで一曲、あ、今週のカステリーこれは目玉商品ですわ。今日は目玉商品、目玉商品って思ってるのは久しぶりです、ね、俺らだけかもしんないけど、ぶりでもない、ついに勝手に観光協会始動しましたんで、また、ああ、また実はずっと黙ってたけど、のんのはもう終わってますよね。のんのの連載は気づいてるっちゅうの、気づいてますか、はい、終わってまだちょっとはっきりは言いませんけど、またある女性誌で、うん、始動しました。女性誌ですか。女性誌ですよ。どんな部分って女性誌って女性誌ってことわかりました、はい、そこでまた鑑定報告やろうということで、4日ぐらい前ですよね、はい、4日ぐらい前ですよ、山口県に参りました、はい、もう突然山口県に行って、はい、いろんなとこ回ってきましたね。行きました、楽しかったですね。何がありましたっけ、はい、まあ一番あったのはこれですね、やっぱり、あ、マラ観音ですね、はい、これですよ、マラ観音っていう神社ですよね、はい、で神社の前に何本もの巨根がヌーヌー立ってる、はい、下から生えてるマタンゴみたいなニューニュー張ってましたよね、もうありました、素晴らしかったですね。もともとマラっていうのは煩悩の根源っていう意味ですから、仏教で言うと、それに観音つけてるのは本当はもともとおかしいんですけど、あ、本当は断根とか言えばいいのに、はいはいはい、マラ観音っていうのも変ですけど、善と悪が合体したみたいな、善と悪は合体したキャラクターなわけです。で由来見ると切なかったね。あ、ちょっと切ないんですね。実はね、なんかそこで何時代か分かんないけど、殿様の子供が、息子がね、息子が逃がすために、女装させてね、加工させて、男だったらほら ついじゃうから、うん、で女の人の格好して逃げさせてたら、うん、男だってことが分かって殺されて、うん、チンチン取られて、うん、首も取られて、首とチンチンを取られたっていう、そういう悲しい顔をマラカンノンって呼んで、何か明るくね、明るく、もうだからもうポジティブシンキング、ポジティブシンキングまさに、まさにそこチンチン取られた場所なんですよ、なんですけど、もうそこで子沢山ということに、チンチンを祀っているうちに子沢山ってことになったんで、正面とか置いたんですよね。なるほど。もう、ラブホテルの正面みたいな、ね、はい、こっちの方も直してくださいとかね。そう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 、もう、でっかくなりますようにとか。そうそう、マラがビンビンよろしくって書いてあるんですよ。だから、もともとは、おちごさんが、切ない話ですよ。すり替わってですよね。日本の神社って大概、その、もともと、そういう、菅原の道山でもそうですけど、流されたり、九州に流されたもんで、たたってくんじゃないかなと思って、神社建てたりしますから、急にポジティブシンキングするんですよ。だから安西さんの考えとちょっと似てるんですよ。日本の神社の考え方。日本にもあるじゃないですか。はい、いいことがあった時には悪いことが起こるぞと。はいはい、悪い時が、必ずいいことがあるぞみたいな、そういう思想ってあるんじゃないですか。はいはい、これじゃないですかね。そうですね。それが、間があるだろうっていうことなんですね。いきなり振り切りますからね、日本の神社は。もう。まあ、マラカンド行きました。はい、あと、楊貴妃の墓。大きく出ましたね。3つ目ですよ。山口県大きく出ました。勝手に観光協会3つ目。青森でキリストの墓行きましたよね。はい、それも、まあ、はい。あそこの石川県でモーゼの墓行きましたよね。3回目、ついに山口県で楊貴妃の墓見ました。で、楊貴妃の墓見たら、楊貴妃の墓はここって書いてあって、うん、いきなり五輪塔つって、うん、密教の、お墓がボーンだって、これらしいっていうことでしょ。まあ、これかもねっていう。裏にそれらしいことが書いてあったんじゃないかっていうことですね。ということで、それでもう、はい、ふるさと創生。創生。1億円ですよ。1億円ドーンと書いて。竹下さんの頃。もう、でっかい立派な、美しい楊貴妃の像が建ってましたよね。まあ、そういうとこありましたね。あと、化石の町でしたね。化石がいっぱい取れるんですよね。いっぱいありましたね。アンモナイトとかね。アンモナイトとか、もういろんな三葉虫とかの化石、ね。いろんなものって化石になるんだね。なんでもなってますね。化石って小さい頃は、三葉虫とか、アンモナイトしか知らなかったけど、よく考えたら何でもなるわけじゃないですか。安西さんだってなってもいいわけじゃないですか。そうですよ。化石安西の化石とかね。ね、まあ、あんまり言う、ありがたくないですよね。火山の近く行って化石になりたいと思ったら、バーって浴びれば、いつかうまくいけばなるんですよ、ね。浴びればですよね。浴びれば。瞬間ですよね。瞬間にでも固まんなきゃいけないわけですよね。いい時にバーンって入らなきゃなんないですよね。化石になるためには。難しいっすね。難しい。で、いい感じで冷えていかなきゃならない。ミイラになる方がまだ簡単ですね。いや、そっちの方が人の手が入りますから。どうですよ、ね。難しいですよね。化石は難しいですね。いろんな、なんか虫とかいたね、化石ね。虫もいっぱいいました。ね、僕、サンゴの化石買いました。ああ、サンゴの化石。どうすんのかなと思ったけど、
割となんか衝動で稼ぎて買うことあるでしょ、あるんでしょ。僕も34時昔買ったことあるんですけど、どっか行っちゃいましたね。サンゴ買いに僕一人でボーって行ったじゃないですか、はいはい、サンゴいいですねっていうとこあって、うん、あこれもいいなこれもいいなって言って、うん、こうやって見てたんですよ。そしたらおばちゃんがサンゴだけに迷うでしょ、いっぱい買ってったらサンゴ15って言われたんですけどね。安西さんと同レベル、うん、ビビンとセンス合ってるじゃないですか、うん、付き合えばいいじゃないですか。いで言い返したん、言い返したんですか。いやもうだから産後の日立ちぐらい言ったでしょ。おいじゃあしょうがないんで30個ぐらい買いますかねって言って2つ買ってきましたけどね。それもギャル、ギャル合戦ですよね。もう必死ですよ。もうあのよくあの地方のお土産物さんって割と安西さんと対抗してくる人いるじゃないですか。います。500万両とか言った時にあ安西さんどうするのかなと思いますね。いつも VS ですね。もうしょうがないですからね、もうお釣りもらうしかないですよね。そうですね。あとあの秋吉台鍾乳洞ね、行きましたね。鍾乳洞は感動しましたね、はい、感動しました。よかったですよね。鍾乳洞鍾乳洞が、ね、単純にね、単純に良かったですよね。鍾乳洞って変わったもんですよね。300年に200年に3センチでしたっけ、しか伸びないですよね。200年に3センチですよね。そんな成長の遅いもんってなかなかないですからね。なかなかないですよね。もうちょっと学習能力つけていけって感じですけどね。もっと伸びろと、伸びろってことですけどね。まあいろいろ回って、はい、まああの加点観光協会歌を作らなきゃあんまり、また旅館録音、旅館録ですわ。もう作ったらすぐここにかけなきゃいけないと、むしろここでかけたいっていう気持ちの方が先でしたね。この電波に乗せたいんですよね。なんとかここで早く乗せたいと、はい、これはもう世界初でございます。まあまあそりゃそうだよ。そりゃそうだよ。4日ぐらい前に撮った旅館で、まあ安西さんのオカリナもなかなかどうなんですかね、昔は4時間ぐらいかかるとこ、最近ではもう1時間半ぐらいでバッチリ決めていただける、ね、十分かかってんじゃないですか、そんだけで。もうね、あ、風呂入ってきますとか、もうみんなスタッフがどんどんいなくなるんですよ。もう、ちょっと一眠りしてきますまで出ましたからね。もう。歌詞の中に忘れてました。吉田松陰記念館。あ、もう吉田松陰というと、吉田松陰神っていうイメージがあるでしょう。僕はここ、この曲の中で、吉田松ウィンドウと言って聞きました。はい、そうですか。老人形館ありました。松ウィンドウの中に老人形入ってきましたんで。そうですね。はい、あれ、はい、吉田松陰。ですか、ありましたね。歌ってんじゃん、俺も。はい、ということで、聴、はい、いていただきましょう。早速聴いていただきましょう。はい、勝手に観光協会、久しぶりの新曲でございます。山口アンモナイト、聴いてください。CG 満載で、昔のベンハーは本当にやったもんですよ。馬車がブワー走るとかやったもんですよ。映画の醍醐味っていうのは、はい、CG じゃないでしょ。そこをちょっとはっきりしておきたいんですよ、はい、つまり CG にしてしまうと、はい、何でもありになって、ありになってきちゃうわけじゃないですか、はい、映画ってさ、なんか今まで想像もできなかったようなことを実写でやってくれて嬉しかったじゃないですか。それは年寄りの考えですね。CG でも面白い絵があるもん、ね、よく言う人いるんですよ、CG は言わないとか。でも面白い絵があるもん CG。 スターウォーズとか面白いもん。でも実際に作ってもらった方がいいじゃないですか。さっきの海の話で俺はしまったなと思ったんだけど、海で本当に実際に撮ってもらってた方が感動しますよね。いっぱい見てから言え。よかったんだなぁ、アンジュトとしよう。こんなのアニメじゃん。アニメじゃん。東映の昔のアニメじゃん。はい、どうぞ。ラジオネーム、6スケベの創造シネマ。どんなストーリーなんですかね。マスター&コマンダー。俺は、あらゆるオナニーを試した。この映画は、彼のそんな一言から始まる。彼とは元横浜のコマダ。そんな駒田のオナニー生活に迫る密着ドキュメンタリー映画、それが本作品である。王選手に憧れてマスターした一本足オナニー、放出した精子が消える消えるオナニー、精子がティッシュを避けるダイビングボール3号オナニーなどなど、他にもここには書けないようなオナニーの連続技を巨人の星を参考に特注した専用ギブスに身を包んで次々と行う様子は男のバイブルとなること間違いなし。それが本作品マスターフィーション&コマンダー。あーなるほどね、割と力強い映画ですね、やっぱさすが。最初の一言でちょっと僕も興奮してしまいました。なるほど、あそんな映画なんですか、はい、マスター&コマンダーって。あーいい、ね、なるほどね。この人ね、多分ね、巨人の星の再放送見すぎ。あ、そうですか。今やってます、はい。マスコマとか言うんですかね。マスコマでしょうね。やっぱマス、はい、マスンダーではちょっとね、あれなんですけどね。マスンダー。マスンダーではね、マスコマなんでしょうね。お、でもまた来ております。あ、違うんですか、違うと。じゃあ、ちょっと待てと、はい。ラジオネーム、バニナーズ・ラックさんから来ております。創造シネマ。この作品は、
野々村誠夫妻のドキュメンタリー映画。妻が股間を野々村誠に指し示し、これはなんだ言うてみーと言い、野々村誠がはにかみながら、マスター、まあ、ご主人様のことです。あ、ご主人、はい、マスターの傲慢だというシーンは全米を震撼させた。それは何、あの野々村誠じゃないとダメなんですか。そうです。これはなんで野々村誠じゃないとダメなんですか。ダメなんです、ね、スケジュール空いてたんですか。いやいや違います。これ空いてたんですか。やっぱり映画を中山秀人がよく出てますよ、この感じ。よくあの日曜日再放送よくしてる、ゆるいのによく出てじゃないんですよね。ダメです。そういうことじゃないですよね。まこちゃんじゃないと。あ、まこちゃんだから夫婦じゃないとダメです。あ、なるほどね。お小遣いもこうなかなかもらえないような感じが。よくそういうことを売りにしてる人いますよね。情けないっつうのよ、はっきり。ねえ。なんかよく、なんか、共済化とか売りにしてる人いるじゃないですか。ちょっとまんまの感動じゃないですか。そうだけど。俺なんか聞いててね、情けねえぞ、お前って、なんかすごい思うんですよね。そんなことを。そんなことがネタかよって。あと、離婚ネタにしてる人とかね、情けねえぞ、お前とか、ね。しっかりしろよって思うんですけどね。まあ、テレビは煩悩を映す鏡でもね。そうなんです。そこの哀愁が、ちょうど味こう、はい、間抜けを消すわけですね。なるほど。で、それを見て、日々のストレスを発散するんですよね、テレビっていうのはね。なんかですね、きっとこう投げ銭するじゃないですか、はいはい、ああいうつまりテレビでも何でもお金を、うん、まあこうギャラを払ってるわけですよ、見るがあって、はい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 、一票を投じてるわけじゃないですか、はい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 、なんかかわいそうだなっていう一票じゃないですかね。同情票みたいな感じじゃないでしょうか、ね、テレビってよく番組についてブツブツ言う人とかいろいろいるじゃないですか、はい、これは間違ってると、はい、あれもともとコマーシャルがメインですからね、はい、そこね本末転倒になってると思うんですよ、はい、今食玩とかもフィギュアが欲しくてお菓子捨てるでしょ、ちっちゃいお菓子入ってるの、はいはいはい、あれもともとおまけじゃないですか、食玩ですから、はいはい、でもテレビもコマーシャルがあったおまけがドラマだったりするのにね、そんなおまけにブツブツ言うのは変じゃないですか。そうですね。それだったら映画館、映画見に行けばいいけねと思いますけどね。まあ、はあ、そうでございますね。ねえ、そうでございます。まさにそうでございます。はい、ゼロ。おねえ。お、あれ違うんですか。またちょっと待ったが入りました。あれ、おやや、ラジオネーム、葉っぱふうみんさん。あら、想像シネマ。童貞時代の、うん、杉作寿恵太郎が、杉作さん出てるんですか、風俗へ行った時の暴露映画。うん、風俗場のあそこを見た寿恵太郎は思わず、コマンダーと叫び、そして上に乗られ、スマタで、己の一物を激しく擦られ、また叫ぶ、すまたー。原作、杉作寿恵太郎著、スマターデーコマンダー。映画化に際し、品位を試すためにタイトルを改変。しかし、映画の内容自体は品位ゼロ。どうでしょう、杉作さんである意味もあるんですか、これ。杉作さんが暇だってことなんですか、これ。いや、品位と、今なんか杉作さん映画撮ってるらしいじゃないですか。らしいですね。らしいですよ。日進塾の方でですよ、撮ってるらしいですよ、なんか映画だと撮ってるらしいじゃないですか、ね、いいじゃないですかね。杉作さんのブームってね、僕この間今度なんか杉作さんのかつての漫画がまた復刻するんですよ、はいはい、でなんかちょっと解説書いてくれって書いたんですけど、杉作さんのブームってね何回も来てんですよ実は。でもみんながキャッチしてないだけなんですよ。僕何回も来たの見たことあるんですよ。まあタモリクラブとかでね出始めて、あ来たなって思ったり、トゥナイトの時ブレイクしたなとかいろいろあってんですよ実は。ほんでなんかねあるのに見逃しストライクなんですよいつも。うん、本当はね来てるんだけど、今度こそキャッチしないともうみんながついていけなくなりますよ杉 J は。ねえ、クール J 太郎までやったのにね。クール J 太郎やってなかなか漫画っていうか文章面白い、この人文章が僕好きなんですけど、その漫画もねガロとかに書いたやつで面白いですよすごく。でもねそこをないがしろにされて、作品をないがしろにされて、タモリクラブに出ている変な人っていうジャンルに入れられる人いるでしょ、はいはいはい、僕とか安西さんとか、はい、僕とか安西さんとか、はい、僕とか、はい、いるじゃないですか、まあまあ、あタモリクラブの人でしょって、人じゃねえっつってね、まあ、そうですよ ね、そういう一派がいるでしょ、あっこに入れられちゃうんですよね、はい、人それぞれ。安西さんだってリゾッチャやったりね、いろいろね絵本作ったりね、
やってるわけですよ、安西さんだって。ありがとうございます。ここは皆さんビシッと言っておきますけど、3代目ですよ。象印のマークをデザインしたのは安西さんですよ。ありがとうございます。象印のマークですよ。まあ、はい。このね、杉J と似てるとこ安西さんも、その自分の作品に対してはすごいテレアなんですよ。あんまり言いたくない。言いたがらない。だから妙にタモリクラブに出てる変な人が浮き足立ってしまうっていうことがある、ありますよね。なるほどね。はい。本当は人それぞれすごいんです、僕の友達は。でも何か、タモリクラブの変な人っていう、うん、なんかオーシャンと11人の仲間たちみたいな言い方をされるわけですよ。何かこう変な人に甘えてる、こう変な人は楽ですからね。甘えん坊なところがあるんですよね。そうなんですね。そっちの方が楽ですからね。坊主なんですよね。そうですよね。そんなところでデザイナーとかイラストレーターとか、じゃあちゃんとやってけって言われたら自信ないですからね。はい。そうですよね。はい。お待て待てと。え、今の杉作次郎さんで見に行こうかなと思ったんだけど違うんですか？ちょっとこのパターン面白いですね。面白い。まあ、小芝居だよ。ラジオネーム、この面天狗さんから来ております。想像シネマ。増田、安藤、駒田の3人の語り部が、誰なんですか？安寿と寿司王について物語る物語。え、増田は分かりましたよ。あ、安藤さんと。ちょっと待って。誰なんですか、その増田って。増田岡田の増田なんですか。安藤駒田。増田安藤駒田。あの3人が増田安藤駒田。はい、あ、これ分かった。これはこんなストーリーで映画を撮って、うん、ぜひとも安西さんに見せてほしい映画ですね。これですね。おすすめ映画なんじゃないですか、ひょっとして。どうしよう。これは面白いんじゃないですか。ということは、この3人の語り部がずっと全体で映ってて喋ってるんですか。そうですね。これはちょっともうなんか、ちょっとアナウンサーが出てるぐらいのちょっとグッとくるものがある、ね、アナウンサーがなんかラブレターみたいな読んだりするイベントあるじゃないですか。これじゃないですか。何やってんすかあれ。増田アナ、安藤アナ、駒田アナじゃないですかね。駒田アナっていいんですか。わかんないですけど、いろんなアナの、うん、アナが語っていくやつだ、ね、あじゃないですかね。カルベとかも必ず入ってるやつね。いいですね。もう蝶ネクタイですよ、ね、はい、いいですね。おん、待て待てと。え、もうこれで見ようと思ってたの。いやもう今お金を出そうと思って今映画館に走ろうとしたところ。いやいや、待て待てと、はい、水曜日は1000円の日だなんて。はい、違うんですか。水曜日あ、そうは明日水曜日、明日水曜 日月曜日が水曜日なんですよね。なんかね、1000円の日。ラジオネーム、はい、サガキバ JJ。 あれ違うんですか。おります、想像シネマ。漫才コンビマスター&コマンダーが織りなす2時間ぶっ通しの漫才映画。うん、しゃべくり漫才の元祖として漫才ブームを巻き起こした彼らの18番は、うん、広島対岡山、うん、彼らのギャグもみじまんじゅうは社会現象にもなったほど、これは見逃せない。それ B&B で名前違ってるじゃないですか。違うじゃないですか。洋七と洋八じゃないですか、あれ。島田じゃないですか、大地。駒田なんて出てますよ。島田じゃないですか。全然違うじゃないですか。惜しいじゃないですか。B&B の B は逆さまになってるんですから、おかげで。その増田、岡田の増田で引っかかりすぎじゃないですか、皆さん。大丈夫なんですか、これ。いいですね。そんな映画なんですか。なんかね、はい、割と今回いい映画な感じが出ておりますね。ありますね。はい、でも今このポスター見ると、はい、エンターっていうのが本当の現代なんじゃないですか、これひょっとして。本当だ。エンターって。エンターだ。エンターじゃちょっとっていうことになって、マスター&コマンダーにしたんじゃないですか、これ。エンターって書いてある。ね、多分。アカデミー賞のやつも随分受賞してんのに、各変態って書いてあるのがいっぱいありますね。ありましたね。ありましたね。全然違うじゃないですか、マスター&コマンダー。これ、おかしいな。この中で、さあ、安西さんがどの作品なら1000円出してもいいか。俺の1000円だったら、安寿と寿司王に使うわ。やっぱり。じゃあ決定ですか、それ。決定ですよ。この面天狗さんのに見に行こう。はい。はい。ありがとうございます。拍手だ。なんとなく。ということで。はい。来週は。来週の、この、想像してないまで。はい。ホテルヴィーナス。ホテルヴィーナス。あの、あれですよ。はい、はい。あの、長男館。あの、君はどの部屋で泣くか。そうです、そうです。ホテルヴィーナス。ホテルヴィーナス。もうほら、ほら誰か、ほらなんかひねれそうな、ホテルビーナスですね。ホテルビー、ホテルビー。ホテルビーナス。ホテルビーナスの、言うことなすみたいなね。一応まあ、長男初映画って書いてあるんですけど、今年で違うかもしれませんからね。ピアに載せてる情報と、ここで出してる情報が、えらく食い違ってるっていう話聞いてますけど、さあ、どっち新人だってことですね。はい。じゃあ、来週は、ホテルビーナスでございます。じゃあもう見ないで、見ないでおきますんで。はい。
安西さんいつもほらすぐ行きますから、はい、もうすぐ行っちゃうんで行かないでくださいよ、はいはい、気をつけます。聞いてから行ってください、はい、あの予告編も見ないようにしますんで、はい、来てくださいよ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで私持ってきました、はい、今日の CD はバズラの人間でございます。何なんですかバズラ。聞いてください。あもういいんですか、はい、すいません。完璧な人間なんて人間らしくないだろ、カチカチカチうるさい時計だ、周りがまくし立てる、観察されてる、高い高い場所からまだ全てが思惑ならば、カッカッカルセリアウ様、全ての人を弓さして笑うんだ、僕らは呪われてる、侵食されてる、それでも全然いいさ、ありのまま、早速メール来ておりますんで紹介しましょう。ラジオネーム丹波さん、ミスター MJ こんばんは、耳好きです。あ、耳やっぱ耳入ってた。美容院でシャンプーしてもらうとき耳付近現れると大変です、助けてくださいと。ああ、みんなね、はい、耳ね、うん、あれはもう第二の聖地と呼んでいいでしょう。うん、渦巻き感とか中にいろいろ入ってますよ、はい、開けてみるのもよろしいでしょう。はい、うん、昔、加藤くんのお父さんちょっとマジだよ、いきなり加藤くんのって誰なんですか。加藤くんのお父さん、加藤健壮ですか。違いますけど、加藤茶ですか。吉和っていう人が昔いたんですけど、はい、ケイトってブルースリーもやってる加藤、はい、その友達っていうか知り合いだったんです、はいはい、その人のお父さんは耳で性器が分かると、あ、女性器が分かると言う人いますよね、はい、それが行かれた人ですよ、はい、ダモリクラブに出てましたけども、はいはい、ぴったり当たるらしいですよ。何が分かる、締まりっていうこと、もう全部分かるらしい、形が全部なんか、ということはもう、そっくりっていうことですか、耳が。耳はヒントが出てくるらしいんですヒントが分かる人には。はい。へぇー。でも恥ずかしいですよ、ほんと佐藤愛子とか、ビーン出してるじゃないですか、手紙。もう分かんないですかね。もう正規剥き出しですか、剥き出しですよ。やばいじゃん。もう、どんな髪型しても出てますからね。出てますよね。アイアイみたいになってますもんね。はい、ああ、そうなんですか。あれは出してってるんですね、正規を。ヒントを出してるんですよ。はい、それヒントですよ。ということは、これからテレビ見て、はい、耳出してる女の人見たら、あ、ヒントが出てる、ヒント出てるよ、ヒント出てるよってみんな言った方がいい、ね。言った方がいいですよ。なるほどね。恥ずかしくなってくるんじゃないですかね、ね、そうすると。はい、あ、はい。ちょっと待てと、うん、ラジオネーム、ゆきさん来てます。私も三浦さんに命令されたいです。よろしくお願いします。来ました。あ、まだいます。あさみさん。私もド M なんですけど、遠隔放置プレイしてください。もう、続々 M の方からメールが届いておりますので。遠隔放置プレイのボタンいいですね。はいはい、僕、久しぶりにご主人様の血が騒いでくれるわ。そうですか。はい、昔はい、スレイブラブという小説書きました、はい。その頃もカーッと来てましたんで、最近そういえばなんかあんまり、S はあまり出さなかったんですけど、まあじゃあ、とりあえず、パンツを、はい、今、こう、パンツめくって、はい、パンツをグッと前に、グッと食い込めて、パンチ入れろと。パンチ入れろ。パンチ入れろ。それ、いつまで入れときゃいいんですか。パンチグッと、グッと、逆富士にしろ。逆富士ですか。うん、逆富士。富士山が湖に映ってるようにしてみろ。
浸透してるじゃないですか。すみません、ですよ。それ、ちょっとどうしたらいいのかなって、それしばらくしとくんですか。もうちょっとしばらくして。僕はもういいっていうまで。そうですか。明日も食い込ましたまま街歩け。食い込ましたまま街歩け。もう、寺山修司じゃないんですか。別に街出ていかなくてもいいですよ、もう。はい、食い込まして街へ出ようって、ね、うこれからね食い込まして街へ出るの流行ると思う。そうですか。なんかそんな気がします。あのちょっと待ってください。そういえばいいわけじゃないですか、食い込ましてても別にね。僕明日一日僕食い込ましてみます。お尻ガッと食い込まして明日歩いてますんで。あれってもし見かけたら言わないでください。あ、食い込ましてんなって。あの食い込ましてる時って食い込んでる時ってあるんですけども。ありますよね。あれはあざと食い込ましていった方がいいですか。いいです。それから食い込んでいこうぜっていうことで。男の場合は後ろに食い込むんですよね。後ろに食い込みますね。まあいいや。はい。はい、はい、どうぞ。それでは続いて早速参りましょう、はい。このコーナーです。よろしくお願いします。CD じゃないってばーん、はい、これやって声枯らすんですよね。早速来ております。はい、ラジオネーム、桜井オーストラリアさん。はい、来ております。漫画家の江川達也さんの、うん。豪邸と、うん、君の悪い目つきは CG ですか。君の悪いっていうのは、いや、あの人いい人ですよ。いい人ですよね。あの悪い人じゃないと思うんですよ。あの悪口言われるタイプだと思う。あいつって言われるタイプだよ。でも俺何回か喋ったけど悪い人じゃない。一応悪い人じゃないって言っとくわ。俺もそう。あの人は、うん、いや、いい人ですよ。でもね、一つだけあの欠点がある、うん、場が読めない、うん、そうそうそう笑ってるから、って笑ってる。いい人ですよ、あの人。いや、はい、すごいいいですよ、ね。うん。あれは、CG じゃないです。はい。うん、CG じゃないです。あの、いい人だと思いますよ。はい。ラジオネーム、野良犬ジョーンズさんが言っております。ヴィンセント・キャロは、うん、クリームシチュー、有田の CG ですか。あー、なるほどね。あー、はいはいはい。僕あの、ステザラパー何周年っていうのに、東急ハンズで粘土買ってきて、ヴィンセント・キャロの、頭の部分を作ってあの上げました。あれ似てましたよ。はい、あの目のところにピンポン玉入れて、はい、ヴィンセントギャロ像って書いて、はい、あの上げたんですけど、どこ行ったんですかね。あれ多分もうひび入ってると思いますけどね。はい、あのスチャダラ君たちは、はい、いよいよ新譜が今日完成したところで書く。あそこで書けてました。あ、かっこよかったじゃん。かっこよかった。僕来週書けられるんじゃないですか。あ、スチャダラなんでって言ったじゃないですか。今口から言いましたけど。いや、まあ、いや違います。坊主くんじゃない？あ、そうや。この声って坊主くんじゃない？僕あの、つばがある帽子かぶってたら全員坊主っていう人だと思ってるから、もう、信じてやまないから。いいですね。はい。みんなで坊主で行った方がいい。かけてくださいよ。ああ、もうどんどんぜひかけましょう。はい、もう特集しちゃいましょう、はい、特集してもいいんでしょうか。あ、全然。まあ、もう勝手に言ってください。読みましょうよ。あの、スチャダラパー。はい、ね、ゲストに。はい。有限会社合杯さんからも来ております。ノリオヨシオの、ヨシオのあの見事な刈り上げって CG じゃないってば。最後ね、吉尾さんってね、まあもし、まああまり見る機会ないですけど、あの漫才いつもね、最後にね、さようならって言うんですよね。なんか不思議なんですよね、あれすっげえおかしいんですよ。それわーってなってんだけど、わーってのりおさんが、おいよとか言ってんだけど、なんとかなんとか、もうええやろさようならっていうのがものすごい変ですから、ちょっと注目してみてください。終わりました。はい、もうぜひとも、はい、ゲッツ石松さんから来ております、うん、西田ひかるの誕生日パーティーは CG ですか。CG じゃないってば。ね、まあ、あの誕生日会よくやるって言いますよね、アイドルで、何回やってんだみたいな。この間ね、はい、西田ひかるさんをね、ワイドショーで見たんですけど、ね、はいはい、なんかいい女の人になってましたね。いい感じでした。それはどういうことなんか。いや、グッときましたよ。なんかいい感じでした。あ、耳出してましたか。はい、耳も、ヒント。耳も出てましたし、なんか、はい、いい感じ、爪も出してましたし。よくああいうときいい感じでした。戦場で、戦場パーティーとかやるじゃないですか。うんうん、あれ何なんですか、戦場パーティーって。前が気持ち悪いじゃないですか。そうですよね。酔うじゃないですか。てね。ねえ、うん。もう返さないぞってことじゃないですかね。あもう、まあ、そういうことか。もう逃げたいって言ったら救命胴衣で逃げてねっていうことじゃないですかね。もう返さないってことで船をやるって。ね、はい、続きまして、アゾフ会さんから来ております。NHK 山形の女子アナスイーカップは CG ですか？ CG じゃないってば。この間ね、調べたくて、スイーカップのこと、はい、あのネットで調べてもらったんですよ。はい、何回もこうやって自分でこうやって小さく押したんですけど、スイカってなかなか出てこなくて、スイカの産地はなんとかとか言われて、全然僕押せないんで、スイカのことばっかり情報出てきて、俺がカップの方が吸いたいのに。でもね、カップは行かなかったんですか？あれじゃないですか、今までね、B カップぐらいから出始めたんですか、巨乳って。B、A、B、C、
ABCDEFD ぐらいまで来て、その次 G まで来ましたよね。はい、G 来ました。で、多分 D カップぐらいから巨乳って呼ばれ出したと思うんですよ。はい、それまでは母音とか呼んでたやつ。はいはいはい。母音とかデカチチとか。はい。ほんで次爆乳っていうのがちょっと来たんだけど、はい、やっぱり女性諸子に評判が悪かったんですよ。爆乳は爆はないだろうと。そこに来てスイカップっていうね、あのいい感じが来たじゃないですか。いいなと思って、好きなんですよスイカップは。スイカップ好き、はい、いいですよね、はい、でも ABC の中で言うと D からだとしたら、はい、C も相当 C カップガールズを相当イケてたわけですよ。C でもイケてましたよ。つまり AB だけじゃないですか、うん、AB ブラザーズの抹茶みたいな AB ですよね。なんでまっちゃんだけ言うんですか。いやまあ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 、なんかね、はい、AB じゃん。はいはいはい。AB の人かわいそうですよね。まあそこまで、それはほら巨乳じゃないですからね。巨乳では入らないんじゃないですか。AB が好きですね。堀江忍ちゃんぐらいの時からでしょ。だんだんそういう巨形が流行ったのはね。はい。あ、ね、AB が好きなんですか。安西さん。AB 好きですよ。安西さんはそうですよね。はい。そうですよね。はい。はい。なら B。いやもっと A みたいなね。ものすごいでかいのダメですか。僕ね、できる限りでかいのがいいんですよ。はい。もう抱き枕みたいなのがいいです。よくアメリカのコンテストに出てくるような人いるじゃないですか。あ、割と好きかも。あの3メートルとか5メートルとかある人。ね、ギネスに挑戦みたいにいいんじゃないですか。こういうそれはほら好きな人いいじゃないですか。マニアの人。はい。もう本当に行き着いたマニアの人と、巨乳好きぐらいの人いるじゃないですか。その折衷案は何センチぐらいなんですか。それ知りたいですよ。メロンは最高好きなのはどのぐらいまでなんですか。ABCDEG でもいいですね。 G いいですね。 G の次何でしたっけ。 ABCD 言えないんですよ。 G H H H もありません。 H I はありませんか。 I は I ってなったら相当ですよね。相当周りも大きくなってくる場合ありますよね、やっぱりね。そのやっぱり巨乳って言われてるのは周りはシュッとしてんだけどもっていうとこがポイントじゃないですか。はい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 。以外の全体がブヨーンってしてる人は、僕一応ピッキーズって言ってるんですけど、ね、デブっていうかいうの良くないじゃないですか。好きなのに、だから ピッグ、ピギー、愛称でね、うん、ツイギーみたいな感じでピッギーって呼んでるんですけどね。ピッギーと巨乳はちょっと微妙に違いますからね。なるほどね。はい。そうですか。で、まあいいや。はい。はい。というわけで、ツアーまで言いました。はい。ラジオネーム、笑いやキャリーさんが言っております。アニマル浜口の娘が、新米のニューハーフみたいに見えちゃうのは CG の技ですか？ CG じゃないってば、あれ。見ましたよ。この間やってました。ドキュメンタリーみたいなね。ちょっとキムタクに似てますよね。もう俺、お父さんでもいいやって思っちゃったもん。どっちでもいいってなるときあるでしょ。もういい、どっちでもしてみたいな。もうどっちにでも抱かれると。もうアニマルワンっていう感じになりましたね、気持ちがね。さすがに。ラジオネームカニボーラさんが来ております。はい、石破防衛庁長官の上目遣いは CG ですか？CG じゃないってば、あれは CG じゃないですね。はい。ラジオネーム葉っぱ風民さんからも来ております。新宿の飲み屋で号泣していた。三浦さんを友人が見かけたそうですが CG ですか。何やってんのよ。そんなの泣いてないですよ。嘘だ。号泣？僕ね、よくね、僕みたいな人がいるんですよ。僕じゃないですよ、多分。僕ね、よくいたとか言われるんですけどね、俺のキーワードってもうロン毛とサングラスですから、出てんの口元だけなんですよ。よく見てください。俺の鼻の溝の横には猫に引っかかれた傷がありますから、はい、ないなと思ったら偽物ですからね。それお願いしますよ。そこまで見ろと。CG じゃないですよ。CG じゃない。はい。CG なんですね、そうじゃ。はい。はい。わかりました。というわけで、はい、CG じゃないってば以上でございます。まだまだ続きますのでよろしくお願いします。ジミルイス。Always a better song. 81.3 J-Wave.マンボとチンボはどっちもうっていうのはなんでだろう。なんでだろう。生中継があってもゴム中継がないのはなんでだろう。なんでだろう。バスガイドなのにパックオーラじゃないのはなんでだろう。なんでだろう。アイパー当ててもカウパー当てないなんでだろう。
わかめは増えても割れ目は増えない、なんでだろう、なんでだろう、変態が敷いてもせぞいというのはなんでだろう、なんでだろう、オリンピック競技に大なにがないのはなんでだろう、ホワイトデーと言っても感謝をする日ではないのはなんでだろう、なんでだろう、うどんに天かす入れてもチンかす入れないのはなんでだろう、なんでだろう、コロコロカーペットで陰謀豊作、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、下ネタなんでだろう。V とアカデミー賞の時だけ男優っていうのはなんでだろう、なんでだろう、朝立ちするのに独り立ちできないのなんでだろう、なんでだろう、男好きなのに名前はマライア、なんでだろう、なんでだろう、犬にチンチンと言ってもチンチン突き出さないのはなんでだろう、チンチンの皮がムササビみたいに広がるのはなんでだろう、先っちょだけと言いながら全部入れるやつなんでだろう、なんでだろう、幕張に住んでいても幕が破れているのなんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、下ネタなんでだろう、もともとのオリジナルの方にはオカリナなんてないのにもう今日持ってきちゃったもんだ、いや、ここは新しいコーナーとしてね、オカリナも入れていくといういや下ネタなんでだろう、はい、素晴らしかったですね、はい、ムササビみたいになるっていうのすごいねもうちょっと面白いよね、いやすごいすごいですよ、皆さん本当にね、皆さん本当ありがとうございます、下ネタなんでだろう、マンボとチンポはどっちもうっていうのはなんでだろうって新しいね、これパラダイス山本さんに聞かせてあげたいぐらい、そうだね、マンボとチンポはうっていうよっていうね、確かに素晴らしいよね、名言ができるね、こっちで本作った方がいいんじゃないかと思うぐらい、下ネタなんでだろう採用者はこちらでございます、エブリリトルチンポさん、キタロー&ソージローさん、ちょっぴりビターな34歳さん、作詞アナルリストアナルトゥヘブンさん、ゲッツ石松さん、バニラーズブラックさん、セック須藤さん、ガッタ野方さん、以上8名様でした、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、あ、本当にありがとうございます、はい、もう毎回毎回ねすごい量来てますから、あ、これは、はい、お願いします、激戦になってきてますんで皆さんも、もうそうですね、頑張って、今日マグロちゃんが下手なんでだけの歌のとこだけ、はい、MD に焼いてもらってたんで、そうなんですか、これも一回大特集として一回全編かけてみるのはどうでしょうか、酔ってる日もあり、いろんな日もありですけどね、いいですね、はい、なんか道路じゃなくてロードだっけ、あ、ロードの何章何章みたいな、ね、わざとボケちゃってないでしょちょっとどっちかな、分かんなくなっちゃったんですよ、ロード第何章みたいな、何章みたいな、いいですね、はい、延々とやってもいいですね、今日は朝まで行くぞみたいなね言って吉田拓郎を昔やってましたからね、ぜひとも頑張ってください、はい、というわけで、下ネタなんでだろうでした、続いてのコーナーは、はい、ザ・セーラン高川がね、深夜放送でね、うん、そんなに泣いてる人いないから新しいですよ、アンデさん、本当に今いないと思いますよ、僕ただね、うん、寝てる人を起こそうと思ってるだけなんでまあね、そうですね、そうですね、ただそんだけの気持ちやってますんでね、寝る子いねえかってさ、ね、はい、というわけで、ザ・セロン、私たちのそのなんかですね、人生経験、うん、少ないして中で少なくないで、人生経験だけは長いじゃないですか、いや、とんでもないです、はい、もう経験少ないですから、うん、もうここは三浦兄に、うん、ぜひとも正論をガツンと言っていただかないといけないミスター正論としてやらせて、みんな悩んでおりますんで、はい、ラジオネームガッタ野方さんから来ております、うん、ザ正論、巨乳は良いが巨大なブラジャーはなえる、そんなことないんですよね、もう好きなんですよね、はい、いいっすね、僕この間ね一回ぐるっと一回りしてやろうと思って、何ですか、下着売り場、
女の人の。だって別に行ってもいいわけじゃないですか。デパートですよ。はい。デパートの妙に明るい、もうお花畑みたいなとこあるじゃないですか。それ自ら周知プレイじゃないですか。だから、あのね、登っていって、あの、大体ね、下着売り場ってね、エスカレーター登るとね、後ろにあるんですよ。後ろっていうか、もう、あの、踊り場っていうか、あっちのとこあるんですよ。はいはいはい、だから、降りてくるときに見つかるんだよね。はい、あの、上がっていくときは無理です。そんな勇気ないんですけど、降りていくときね、エスカレーター降りていくんですよ。でもう大体次の階が下着売り場、うん、女の下着売り場あるなっていうとこを目指して降りていくでしょ、うん、降りていった勢いでちょっと助走をつけてポンポンって入っちゃうんですよあのエスカレーターにこう足を取られたようなふりしてドン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 って入ってくるっと回って何分入れられるかですよ。勝負よくやったわ。あのなんかあの野球のボールが入った時に人んちの電気入るのに、あ、そんなあんだなあれ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 感じ、うん、ボールに追われてついみたいな、うん、感じでポンポンポンって入ってくるーっと、俺外堀は入った、内堀入ってないんですけど、外堀はくるくるくるーっと回ってふわーっと出ていったんですけど、吟味できないじゃないですか。いや吟味できないですよ。とりあえず入ることに意味があると思うんですよ。だって女の人と一緒にいないんですよ、はいはいはい、一人ですよ。勇気いりますよ、かなり勇気いりますよ、はいはいはい、ドン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 って入って何分いられるか、ここで何分息止めてられるか、これちょっとアンダーさんも頼みますよ。記録きついね。それはきつい。入ったことあるでしょ。あります、あります、あるでしょ。間違えてですよ。それも間違えることはないでしょ。いやいや本当にそんなやつおらへんよそんなやつおらへんよ。それはおらへんよ。それはいやでも本当に間違えたんですよ。そんなやつはおらへん。いやこれを抜ければあの目的のあのネクタイ売り場に行くと思って。そんなコーナーあらへんやろそんな売り場あらへんやろなんで下着コーナー抜けないのなんでダミ声なんだよはいどうぞ続いてはですね、ラジオネーム方の尾形さんのタセロン、はい、巨乳は良いが巨大なブラジャーはない。僕ね、あのエスカレーター降りたらこう勢いでね下着売れば入ったことあるんですよ。勘弁してください。もう勘弁してください。すいませんでした。本当すいませんでした。もう放置プレイの方はいいんですかね。もう次のなんか指示しといた方がいいんでいいですかね。もうずっとしたまんまですよ。ブラジャーを頭に当ててカエルみたいにしといてしといてくださいじゃねえよ。くださいってお願いしてどうする、はい、お願いしてどうするか。ラジオネーム小笠原の広瀬さんのザセロン、コンドームはまずい。うん、どうなんですか。二十歳側の女子からです。わかりにくいですよね。こっち側はわからないですかね。でも舐めたことありございますか。コンドームは舐めたことありますね。ありますよね。はい、あのもう随分初期の頃に舐めました。はい。あの、ゴムなんですか、ゴムの匂いなんですか、そのゼリーなんですかっていうところなんですよね。妙にゼリーが多いコンドームってないですか。手がベタベタになってるやつありますよね。すごい、いや、ね、初期の頃のコンドームってすごかったですよ。そうですよね。そうですよね。もう油がついちゃって。はい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 。それで、これは、ちょっと油、匂うじゃんと思って。はいはいはい。匂ったら、あ、匂うじゃん、これ油じゃんと思って、舐めたらどんな味するんだろうと思ったら、もうずっとはなかったですね。ああ。うまかなかったですよ。油すましとかいますからね、油が好きな、化け猫とか。あ、そうですか。これ割と油すまし系ですかね。油すまし系な、すまし系ですかね。目の感じがちょっと油すましみたいな。もう嬉しいですね、油すまし。妖怪チンポっていうの知ってますか、ね、あ、俺ですか。妖怪チンポ。ちょっと待って、知らないですよ。水木のゲゲゲの鬼太郎に出てくるんですよ。南洋妖怪、妖怪チンポっていうんですよ。僕びっくりしたんですよ、小学校の時。でも水木しげる通りにはいませんでしたよ。いません。妖怪チンポ。妖怪チンポは。あの、妖怪舐めんなよっていうところだと思うんですよ。はい、あの、目玉親父かわいいとか、うんうん、あの、粉木じじいかわいいとか、じゃないんですよ。うん、もう並列で水木漫画って、妖怪チンポっていうのがいるんですよ。うん、小学校の時読んだ、鬼太郎ファミリーにはもちろん入れてもらえないやつですよ。それもね、ヘで飛ぶんですよ。まあ、とりあえずヘで飛んで、あの、三本ね、チンポがついてるんですよ。そっから、おしっこをビューンって三本のとか、おしっこを、うん、あ、ホーバークラフトみたいにして、水面を浮かんで飛ぶんですよ。それが妖怪チンポなんです。本当ですよ、これ。これ本当、本当。あ、怖いね。怖い。それはどういう悪さをするんですか？覚えてません。僕なんか、映画あったんですよね。僕それビデオ、この間レンタルビデオで、
ワゴンセールのとこで100円で売ってたの、妖怪チンポの巻き、はいはい、やったと思って一応買ったんですけど、うんうん、そうですか、見てないんですけど、ね、今度妖怪チンポの、はい、妖怪チンポ巻きをあの朗読してもらえますか、誰か、はい、マグロちゃんとかにしてもらいましょうか、はい、本当なんですよ。ラジオネームゲッツイシマツさんから来ております。ダセロン、花粉症の人はマスクをつけてセックスしても良い。マスクを、鼻が垂れますからね。鼻垂れますからね。はい。鼻垂れますね。鼻垂れますね。はい。別にいいんですけどね。いや、いや、良いけど、正論っていうのはそういうことじゃないんですよ。もう、なるほどって言わないとダメなんですよ。なるほどとか弱いと思います、僕。確かにね。はい、まあ、それは良いっていうのはある、うん、可能性ですからね。うんうん、そうです、ね、可能性はあり、うん、でも、マスクつけてセックスはどうなんでしょうかね。キスをしないってことですよね。ね。そうですよね。それは鼻水が出ちゃうからですかね。あ、まあ、咳も出ますからね、花粉症はね。そうですよね。うん、涙も出ますしね。そうですよね。まあ、いいですわ。うん、はい。というわけで。はいよ。今日はなんか正論ってあんまり面白くないね。自分で言うときながら何なんですか。正論がね、やっぱりね、正論っていうのはね、はい、基本的には正論そのものは面白くはないわけです。そうなんですよね。いや、だからそこをどう、まあ、出尽くしたんですよ、多分正論が。そうかな。もう出尽くしたと思います。もうこの中に正論はないです。いや、気持ちが下ネタなんでだろうに言ってないかな。いやいや違います。なんかちょっとね、もうないと思う。もう出尽くしたんです。うん。締めますか、そろそろ。じゃあ来週で締めちゃいますか。締めましょう。もういいです。来週、それじゃあ来週までもらいましょうよ。そうです、しましょう。来週も、もう正論締めちゃいましょう。はい、わかりました。そこで本作りますんで。はい、わかりました。締めたもので、もう締め、締めと。わけでございます。はい、すいません。それでは、次の曲をね。これね、俺ね、割といい曲なこと気がついたんですよ。僕何ですか、オカマの剣 with スーパーホモンキーズなんですけどね。はい、今、名前変えて、ピンクフラミンゴっていう名前になったんですけど、はい、僕4枚ぐらい曲書いて、CD 作ったんですよ。はい、僕、曲書いてね。まあ、いろいろ曲作ったけど、これ意外とね、ヒットしてもいいような気がしたんですよ。この間ね、ふっと気がついたんですよ。マンっていう曲なんですけど、はい、マンですよ。マンっていうのは何ですか、男。本当はね、男と男の方の男も女もかけてあるマンですよ。マン。カタカナでマンって書く CD がね、世の中に出回ったらどうだろうと思ってね、出したところ全然売れないですよ。もちろん売れないですけど、はい、オカマがこう最近のマンが、マンがね、しっかりしろと、オカマから言わせてもらうけど、マンはどうだ、しっかりしろよと。で途中から抜本的に改革をっていう。抜本っていうところがね、僕当時気に入ってたんですよ。抜本がね、どうしても音楽にメロディー乗せたいってことが、抜本抜本抜本ってきますから、うん、それはもう完全にパフィーのあの曲のパクリなんですけどね、あ、まあ、抜本で言ってますんで、ぜひともちょっと聴いていただきたいと。これは作曲とかも見ろ、僕作曲もしました。はい、じゃあ聴いてください。アレンジが沢崎義弘がやりました、はい、今はピンクフラミンゴですね、はい、マン聴いてください。らしくないのマン、いつまでもマン、顔じゃないでしょマン、オフェルチレンタルマン、寒い時代に突入してる、地球連帯へこがれている、どんどらダンスも心配してるよ、ダダダバンボンエキリカイトクオー、バンボンエキリキナモト、バンボンエキリキナモルソ、Let's go!
わけでですね、抜本的に TR2 チューズで頑張ってました。いいとこだったんですけど、ね、いいとこで切られちゃって抜本抜本抜本まで行かなかったですね。はい、抜本ブーム来なかったですね。抜本ブームまで来なかったんですよ。この間岡間の人からあの、はい、なんか CD 送ってきてもらって。あ、そうですか。はい、なんかどうやら岡間の気持ち分かるなと思われてるらしくて、はい、分かりません俺は。そうなんですか。分からないんですか。はい、よく理解者だと思ってる。いやいやいや、なんかね、こう今のオカマってね、はい、オカマのタレントの人ですよ。お花の先生でオカマとかね、漫画家でオカマとかね、はいはいはい、っていうことになってんですよ今。なるほどなるほど。もう昔みたいにオカマバーのオカマっていうのがちょっと言いにくくなってるような気がするんですよ。オンリーはないと。オンリーはなくて、何でしたっけ、オンリーワインよりナンバーワンでしたっけ。三浦さんはどっちですか。僕はナンバーワン、ね、ナンバーワンです。ナンバーワンはやっぱり目指さないとね。オンリーワンは自然体ですから、よくないと。今日言ってましたね。言ってましたよ。あ、ちょっとジャニーズに唾吐きましたね。ひどいことしてしまいましたね。すみませんでした。いやもう、はい、かっこいいです。はい、はい、ついてきましょう。はい、というわけで、早速このコーナー、三浦ジョンの天使のいたずら、死んだらどうなる。はい、早速来ております。ラジオネーム猫界強しさん。はい。僕は昔、うん、ファーストフード系のバイトをしていたのですが、うん、夜中に可愛い女の子が来た時に、うん、ドリンクなどを頼まれて、うん、一人でやっていたのをいいことに、うん、チンチンをカップに入れたりしました。何地獄に行きますか。わかりますか。ここ、例えばなんかドリンク入れる、はい、カップ、はい、あれを、はい、チンチンカップ入れて、はい、こう注いだりしてたんじゃないですかね。頼まれたものをあるいは注いだものにチンチンをちゃっぽりつけたりしてたんで、はいはい、それはね、確実に地獄。確実に地獄で、どんな地獄。カルピス地獄。カルピス地獄ってのがあってですね。ちょっと待ってくださいよ。ほんと悲しいですよ。なんか初恋の味じゃないですか。めちゃめちゃいい地獄ですよ。みんなはね、美味しいカルピス飲んでんのに、ほんと薄い薄いカルピスですよ。ものすごい薄いカルピス。お母さんって言ってんだけど、なんか妙に兄弟が多い悲しい。お歳暮でもらった、あの部長からもらったあのカルピスセットの、それも一番まずいオレンジを飲まされて、薄いやつ。一番まずいじゃないですか、あれ。一番嫌いだったんですよ、瓶で。薄いと始末悪いんだよね。あれ始末悪いんですよ。あの、薄いオレンジのカルピス。あれをずーっと、それも氷もどんどん溶けて、さらにどんで薄くなってる。切ないですよ、カルピス地獄。俺好きだったんですけどね、オレンジ。オレンジ好きでした。オレンジ、てかなんか、うん、珍しい感じがして。オレンジとブドウあったでしょ。はい、ブドウもありました、ね。紫色の水玉と。そうなんですよね。大好きでしたね。佐久間のドロップで、ハッカーが妙に残るみたいなもんですよね。はいはいはい。僕はオレンジ苦手でした。いや、残りましたね。はい。ハッカーは苦手でしたけど、はい。あ、オレンジ好きですよ。いや、濃くするとね、美味しいんですよ、あれ。やっぱりそうでしょ、うん。濃くするとでしょ。濃くすると。ね、こっそりね、はい、こうね、お袋がいない時にね、こっそり入れて足しちゃうんですよ。そんなに貧しかったんですか、はい、家が。この音楽がぴったりの家でした。いや嘘だよ。続いては町で見かけたラスト侍。はい。今日入った新高円寺の居酒屋で。やっぱりだ。あ、新高円寺、僕前住んでたところですよ、はい、生グレープフルーツサワーを頼んだラスト侍。出てきた半分に切られたグレープフルーツを前に目を白黒しばらく眺めた後、おい砂糖とギザギザスプーンをくれと店員に渋い声で消耗しておりました。昭和の考えだね。あのグレープフルーツ出るとジャリジャリの砂糖とグラニュー糖とあのスプーンギザギザのあのやつでね、くっつかぶって入れたいんですよね。わかります。僕もなんかそんな気するんですよ、あれ。よく。僕もちょっとラスト侍なんで、この間、飲み行ったところ、圧力が弱いと、グレープフルーツギャーってやるじゃないですか。はい、で、森田くんに怒られたんですけど、もう贅沢すぎると、うん、全然汁出てねえ、はいはい、力ないんすかって言われて、貸してくださいよって、ギャーって言ったら、結構出るんですよね。出る出る。僕、ちょっとしかやらないんですよ。あれ、横のね、はい、壁に押し付けるようにこう、やる。上からだけじゃなくて、こう、横もこう、グリグリしなきゃ、あれ。なるほど。僕、うちほら、お金持ちだったから、もうちょっとしたら、もったいって、お母さんいらないとか言って。うわもう嘘ですよ。嘘ですよ。絶対嘘ですよ。すごいもう。はい、今、わかりますよ。グレープフルーツにはグラニュー糖ですよ。ザラメで
年収7名。最高だね、最高だよ。確かに。それはラストサムライ。これもう、渋い声で言ってたらしいね。これおかしいわ。砂糖とギザギザスプーンが、みたいなね。あのギザギザスプーンはもう夢でしたね。初めて下に出た時嬉しかったもん。そうだよね。ガーって中の下についてる苔みたいなのガー取ったもん、俺。嘘、嬉しくて。あれやばいって思ったよ、僕は。ね、あれすごいですよね。やばい。あれ嬉しかったですよね。やばいと思ったね。はい。ラジオネーム、多いぞ、ロングビーチ君。はい。ビーチ君。多いぞ、ロングビーチ君。いいなぁ。いや、そんなことでいちいちハマんのは、びっくりハウスはしかいないから、今や。ラストサムライ見つけました。うん、ラーメン屋でベースボールキャップをかぶり、スモークのサングラスをかけた初老の男性客が、こっくりしながらラーメンを食べ、見事、キャップのつばがスープに半分使っていました。店の親父に注意されていました。そしてスープをすべて飲んでいました。あそこのね、キャップのつばんとこの裏面のあの麻雀卓みたいな色してる。はいはい、緑のね。緑の。あそこよく趣むんですよ。趣む。あのよく吸うんですよね、水をね。よく趣む。はい、よく趣むって言うんですよ。あの関西弁では趣むって言うんですけど、あの染みる。染みるんですよね、あそこね。はい、あそれはラストサムライですわ、それは確実に。でもごっくりごっくりしてる人だったらいいですよ。よくあのベースボールキャップかぶってる方がいますよね。いますいます。ね、あのね、何なんですか、あのセンス、あのセンスは。昨日だ、向かい側からさ、はい、巨人軍のもうベースボールキャップかぶった親父が、はいはい、ニッコニッコしながら来たんですよ。はいはい、もうびっくりしましたね、なんか。わかんないけど。いや、今の話の方が今びっくりしました。いや、はい、だって、はい、ベースボールキャップかぶります、はい、いや、俺あんまセンスないですよ。ないでしょ。いや、特にね、ファンの人はいいですよ。野球場行くときはいいですよ。普段から被ってる。それも若い人はいいですよ。親父がいるんですよ、よく。四ツ谷三丁目のあたりであったんだ。あんま変なこと言わないでください。わかりました。はい、お願いしますよ。はい。というわけでですね、はい、これではいつもじゃなくて曲に参りますか。はい、グレープバインのブレイクスルーです。よろしく。はじめのポジティブシンキング。あなたさんが言ってたこれだ。三浦さんが真似してますよと。頑張ってます。あなたの真似ですかこれ。はい、パロディーでございます。さあ、ポジティブシンキングのコーナーです。どんなことでもポジティブにするポジを、安西はじめさんに、来ております。ラジオネームゆかりごはんさんでございます。
よく聞いててくださいよ、はい、僕は2001年の春に安西さんの母校である桑沢を卒業しました、うん、桑沢デザイン学科の学園ですね、はい、未だ現在でも無職ですと、もう心身ともに限界です、どうしたらよいでしょうかということです。どうなの？あららら、ら、はい、桑沢を安西さんの母校を卒業したんだけど何にも仕事がねえぞと。いやでもね、はい、羨ましい。いやまあ、いやでも羨ましくない。いや僕に言わないでくださいよ。だって心身ともに限界だよ。まで行ったことある？ないですよ。いやちょっと、いやちょっと待ってよ。ないですけど。限界までなんて行ったことないじゃん。まあ、限界ならとか安西さんなら言いそうなことですけど、ないですね。そんなにギリギリまで行ったこと試しないですよ。俺はないもん。え、安西さんもないんですか？限界までないもん。限界まで行った方がいいんですかこれ？行った方がいいでしょ。限界行ってこそ、うんうん、言えることがあるわけじゃないですか。あ、初めてそこで人は。後ろを振り向いて、うん、ここまで来んなよって言えるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、かっこいいですよ。この若さでもう限界を見たってことはかっこいい。初めて影ができましたね。よくレーサーとか限界のスピード出したりしますよね。そうそうそう、あの限界まで行ったってことで行ったとやったと、ハリル振り切ったぞと、レッドゾーン入ったわけですよ。これはかっこいいですよ。その後にも書いてあるんだけど、うん、ええ、何か職場を紹介してくださいってあるんですよ。弱気になってるじゃないですか。弱気になるほど限界来てるんだ。やっぱりすごいね。このぐらい来なきゃ。あ、やっぱり。人間はね、うん、やっぱりダメですよ。一度こう、ゴーンと、ドコーンと落ちて、それから、落ちるとこまで落ちろと。おい、そしたら、クーンと来ますって。桑沢、だんだん理論が立たないときは、クーンとか音で代々処理するでしょ。桑沢デザイン研究所っつうのはね、ダメですよ。ダメですよ。ダメだと思っちゅうか。だって何にも職場が、職務がないっつう。わかんないですけど、何やってたかわかんないですけど、その職業に就くよりも別のことを、ID か、ID だったらアイディア出してってね、こう、ID は関係、その ID じゃないですね。ID カードとか出して。人生のアイデアを出す。だから自分でしょ、自分で。ID って。自分に。というわけでね、はい、もうそうそういらないから、稲田淳二とか、土屋パラパーとか、みんなそうですから、はい、はい、誕生日はですね、CM です、よろしくお願いします。誕生日はそれでは最後に明日本当に間に合う3月3日、はい、イベント情報をまとめてお送り、明日本当に間に合うな。最初の情報は、はい、第18回日本出版美術家連盟5人展、何のことかと思いでしょうが、実はこれ玉玉毛占いでおなじみのトースポイラストレーターの5人の方々の作品、どんな絵が飾ってあるのか知りませんが、男子は必見。ギャラリーロイヤルサロン銀座にて11日まで入場無料です。本当に明日間に合う、間に合いそうだこれは。あ、最後に、はい、最後、もう最後、最後、しか間に合わないんだ、はい、最後にミルクマン再登場。テレビブロス試写室に火をつけるは好評連載中だそうです。本当に間に合うな。明日本当に間に合う予定はどんどん送っていただければここで紹介いたしますんで、はい、ありました、はい、もう今日は2つでございます、はい、まあ、はい、もう本当に間に合うことって少ないってことですよね。なかなか、はい、もうみんな満杯ですよ。みんな行列ができてますよ。みんな。これ玉門占い。ああ、これは僕見たいですね。これちょっと見たいです、ね。見たい、逆に見たい。本当に見たいですよ。占ってもらえますか。いやいや、いらないと。これらの玉門占ってもらえますか。わかりました。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。